セカンドストリートです。どうぞご覧ください。はい、ということで本日は大晦日でございます。今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに、まあ、改めてですけど、はい、ゆうきさんの、年末年始とか年末のご予定は、はい、アイソトープラウンジにてですね、女装紅白歌合戦っていうのがありまして、はい、そちらの方で私審査員で登壇させていただきますので、はいはい、皆さんお暇がある方はぜひ足を運んでください。達也は今年はやっぱりまあいいね、今年はね、どうせ浜崎あゆみさんの年末ライブでしょ、うん、今年もそうですね、浜崎あゆみさんのカウントダウンライブに今頃多分行ってると思いますよ。はい、はい、ということで改めまして2022年、達也が思う、ゆうきが思う、動画ベスト5をお送りしたいと思います。200本近くの200本近く動画があるんですけれども、その中からベスト5選ぶというのは大変でしたね。もう本当にあくびが出るぐらい大変なのです。本当にそれでは私からいきます。はい、私の第5位はベロベロほろ酔い、何本でほろ酔い超えるか検証したらまさかの結果にでございます。まあなんかすごい単純に私も酔っ払って楽しかったなっていうのがあって、あと結構インスタライブしたりとかファンの方と絡むシーンで、あのほろ酔いのやつ面白かったですっていうのを言っていただけることが多かったので、これで第5位にさせていただきました。まあほろ酔いじゃなかったんですけどね、ベロベロでしたね、はい、私のベロベロの姿をどうぞご覧ください。どうぞ。でも私も酔ってるわ、ちょっと喋り始めたね、ちょっと喋り始めた。酒飲まんやつがお前つまめに手出したらあかんぜよ。バンツバンツみこい。セカンドストリートです。どうぞご覧ください。ということで本日の企画は、元ゲーマースタッフがほろ酔い、どんだけ飲んだら酔っ払うの限界チャレンジ。50本のほろ酔いがあります。なので50本内で酔えるのか、果たしても追加で買わないといけないのか、それとも50本飲みきれないのかっていうのを検証していこうじゃねえかという、今日はゲロ吐きまくりパーティー、イエーイ。ゴールは飲みきるんではなくて酔っ払うことがゴールなんだよね。どんな鬼畜なんでしょう。まあ結城さんも達也も今までねずっと水商売をしてきたので、ほろ酔いってあんまりでもなかなか新宿2丁目にはなかったよね。スラットだね。スラットとか昔だとカロリーだった。カロリーあれとかって確かに 5% だったんですよ。 3% だよ。嘘で、レモン系とかが 4% なので、ちょっともうちょっと甘いシャルドネとかそっち系は 3%。 意気込みは、意気込み何本いけると思いますか。あ、嵐でも当時 1K は全然一人で飲んでたので。そうなんだよね。で、それプラス狂月とか飲んでたわけじゃない。実はもう1ケースはねいけてたんだけど、当時でもまだ20歳とかあったから。当時だからね、胃薬飲もうっと。2人はほろ酔い飲みますか。飲まないね。そうだよね、選ばないよね。選ばないよね。ちなみに達也飲みたくないのが何個かあって、カシオレが今日そういうのなしだな。なしね、うん、まあでもだから言うて C といえば僕もカシオレが嫌なの。わかるわかるわかる。で、このアイスティーサワー大好き。あんた全然カメラに映ってない。邪魔じゃない。くっせ。スイカ好きなんだよね。最近ハマってんの私。なんかさ、スイカとかたまにない時あるじゃん。よっちゃん丸でいいやと思う。よっちゃん丸だっけ。よっちゃん行くか。よっちゃん行くか。二人とも最初シャルドネから行く。シャルドネというか白ぶどう。それではオープンの儀式やっていきたいと思います。今日は酔っ払って酔っ払って酔っ払いを切りましょう。レッツパーティナイ。私たちの将来心配。ジュースやもんな。いただきます。つなぎもちゃんで。でもほろ酔いって一番選ばないお酒だけど、味は美味しい。ジュースだよね。でもなんかスラッとだけで過ごしたことがあるの、飲みで。もう狂月とかも飲まずに。でも多分狂月とかに慣れてるから、なんかその時はなんかね酔っ払った。でも普段あんまり飲まないものを、うん、酔うよ酔うよ。ほろ酔いは飲み続けりゃそりゃ。いや、飲み部あげてもらっていい。ゲームとかしようね。ああそうだね。やっぱ飲み場あげないといけないから。でゲームはサッシーも参加してよ。二、うん、人っきりだったら飲まなくていいけど、ゲームだけ参加してもらって、うん、計算では20本いく前に二人は酔っ払う。なるほどね、うん、なんかそう言われると負けたくなくなるんだよね、なんかやっぱ水商売のなんかあれが入るわ。あ、私もじゃあ前にどんどん。じゃあ次これにします。あれこっちにしようかな。甘いのよ。だからちょっと辛めのやつに揃えたの。これ、あ、これマジ食べて。うん、食べた。これ一回食べてほしい。最近ハマってるセブンの冷凍のつくねなんだけど。いただきます。
ちゃんとその香りもするし、軟骨入ってて美味しいの、私は大好き。これうん、美味しい。最近ハマってるおつまみに超いい。2本目開けたいと思います。この前久々飲んだの酔ったよすぐ。ハイボール3杯で。でも、うん、私もうダイエットの時ハイボール飲んでてもう狂ってたもん酔い方。酒のあてはだから甘いからちょっと塩辛いものと辛めのものを用意した。YouTuber の名前やってみますか。いいよ。じゃあお題は YouTuber の名前にしよっか。せーの、セカンドストリートの、ごめん、セカンドストリートノンストップラビットセカンドストリートノンストップラビットパパラピーズ。セカンドストリートノンストップラビットパパラピーズヤッピ。ダメだな私は特茶飲みます。あ、それぐらいかも。3本目だ。シュワビターサワー。飲めるよりまた次の1回持ってきとこうかな。おお、3本目。これじゃあお互いが飲んだら置いとこうよ、これ。まあどうしようかな、一回さっぱりいこうかな。私アセロラとかさっぱりしようとしそうじゃない、ちょっと酸っぱい系で。じゃあ僕これにするわ。グレフルソルティいただきます。あ、これまだいけるわ。3本目です。ガストかデニーズか。じゃあどうしようかな、ガストかデニーズか。こんなん決まってるよ、余裕で。いく、せーの。デニーズやろ、ガストやろ。デニーズやろ。なんかなんならジョイフルやって。まずデニーズ知らんし、なんで選んでん。なんで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 、なにこれ、なんで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 だろうやろ、なんでだろう。東京にあんまないやつなんだっけ。ジョイフル、ジョナサン。ジョイフル、ジョイフルのことかと思った。ジョイフルめっちゃいいよ。そうで、ジョイフルはいいよ。3本目すぐ開けてない。エーペックスの武器よね。ヘビマガ系の武器か、ライトマガ系の武器か。オッケー、せーの。うぇぇぇぇぇぇぇ。ちなみに何使うの。R99 カービン。だって、まあ本当に絶対さキモいって言われそう。ランページ近距離になると避ける技術も必要にならん、あの撃つ速度が。でもテレメットグルネード使うと、ランページ一回あのアップで入ってバグってずっとテレメ、あのテル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 テレテレテレ。タチヤゾウ追いかけ。頑張ろ。だから何よ。ファイツ。私ね、やってない人がね言うの大嫌いなのよね。でもやってるから早く飲んで。今日は出してくよ。炭酸を抜かないと。飲めない。入らない。今一番新しいほろ酔いがレモンとみかんで、レモンみかんで。種類多いね、今回買ってみて思ったマジで。はい、シュワビターサワー飲み切りました。4本目飲み切りました。でも私も酔ってるわ、うん、ちょっと喋り始めたね。ちょっと喋り始めたね。うさちゃんだ。私うさちゃんだからさ。うわぁ、2人ズートピアがこれ好きでこれ買ってたんだっけ。違うよ、だから2人なんかちょっとレッドっぽい感じにしてペアっぽくしたの。これヘアバンドにも使える使えるし、なんかヤッピの TikTok に載ってるユウキさんの顔と一緒やんな。なんかそんなんやったよね、なんか女装してなんか。この時期いいね、こんだけ細っても冷蔵庫いらんやん、涼しいけ。北海道にでも住んどる。様子がおかしい。あ、それを取ってくれ。ちょっと言ってよ。何？何やって、あれし本当になんか自らこういけないのよ。はい。なんかそのなんか飲ませる行動を取ってよ。あげてけよお前ら。一回切り替えてるからあれだけどさ、いきなりどうしたんかね。この数分で。あんのがこんな飲み場。ゆうきさんのさ、あれはなんかアプリでなんか押したらさ、光ったらなんとかみたいなのやってなかった。ノットノットなんや。さあやるぜ、森よ。ゆうから始まるリズムに合わせて、ゆうさん、ゆうゆうゆう、たつ2、たつたつ、ゆう4、ゆう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 、たつ1、たつ、
ゆう3ゆうゆうゆう立つ4ゆうゆうどーんイエーイ懐かしくないこれなんていうゲームなんだっけリズム4そうお、何いきますやっと並んだじゃんあ、5本目やっと私と並んだじゃんもう終わるじゃんうん、そうだ当たり前じゃん追い越せないのはい、5本目飲み終わりましたありがとうございます蜂蜜レモン私何なのゴミが1個ついてるつけてんのそうですか、失礼しました発祥かなんかわかんないけどつべゴミ言わないでほしいむしろファッションがっつりゴミやつけてんだよごくごくこちらです。見えますかね皆さん見えますかね。はい。これゆうきさんも最近なんか友達と飲むときに使うらしい。最近じゃない昔昔です。はい。いいよ別に。こういうのマウンド貼ってくるから、ね。昔よ。これ押してここ光ったら飲む。わかりやすい。でもこれ光るまで数字が書かれてる。あれ実際だったらその杯数わかるって。何どういうこと？二個でいいの？あここ。金額どうする？はい。ごくごく5です。合格です。5飲むから1回貸してみてマジランダムだからランダムだからなめんなよ本当だ、今15いや、そうだ、ランダムそれの半分だあ、いいね、喉音いい、喉音いいじゃんやればできんじゃんなんでランダムやんないわ、全部や43ごくごくです結構最初攻めたけんさ達也どんかなと思ったけど43までいくんだなうわあれこぼれてるしないからできるやつやろ思ったらなくなりましたよ見せるやつやなりましたよじゃないと思ったんやはいはい、やめて、その安子がなんか名前なんだってはい、20ごくごく20ごくごく20回ごくごく言うあ、20回さ、飲めばいいよ、20口20口19お20ちょいろかし自分でちょいろかし言うのもあるの20でちょっと残るぐらいやったおお継承されたんだよあ、なるほどなるほどじゃこれ 20.5 だねハハ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 ハ東京まで来てマジ九州醤油が美味しいよだってもうドライバカみたいにさいや美味しいずっとお前大分いろよねえねえ今自然と出てこれるずっと酒飲めや飲まんやつがお前つまめに手出したらあかんぜよ美味しいうまいうんこれってさ何のやつなのマグネットそうなの危なかった本気じゃあお題決めて嵐のグー飛んできてるお題単語ちょうだいタバコタバコねタバコタバコタバコアラタバコ、タバコ、タバコマン小判ねタバコ、タバコ、タバコイルタバコ、タバコ、タバコインなんていうのうん、いいんだよね、これリズムだけじゃないそっかあ、そっかタバコ、タバコ、タバコンデスミルクタバコ、タバコ、タバコズ小判いや、おかしいコズンって言って噛んだだけコズンって言った噛んだだけでも噛んでもダメなんだよ、それじゃあ、コブンですチャ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 お題決めてください次じゃあ、パンツ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 みれはいパンツパンツパンツみきパンツ、パン、積みこい
3分の1にする決められてもらっていい？どれくらいなのかな。トンボ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 タンエビトンボトンボの防波堤トンボトンボ防犯鏡防犯堤がいいなら防犯鏡もいいだろ。防犯堤ってあるけど防犯鏡はない。防犯鏡あるだろ。調べてみよう防犯鏡。知識多いからお前。はいドン。防犯鏡で。ダメだよそんなの。防犯鏡協会でしょ。略防犯鏡。だいいよ。トンボトンボトンボルシチ。トンボトンボトンボンクラ言った。しかも自分で言って。皆さんこれがハメゲーです。飲め。はい。お題どんじゃないのに。素敵ミス。命落ちすこぶるいいわ。まあ飲みや。お前にうんとか言われたかな。かなかな。お、はいはい。フラットハンド、ヒューズ。いや、僕はなんとかみたいな。ゆうきさんは。パスファインダー。ああそうだ。レイス。あレイスね。すごい飲むね。さっきは多分量飲めないんだわ。メイテイキってやつらしいよ。泥酔名前のメイテイキ。どういう症状なんそれ。今ゆうきさんの頭こんな感じで緑は全部巻き状態だし。こちらです。今こういう感じで脳の酩酊が動いてないんだ。私飲みそう。働いてるところはこのピンクのとこだけだって。働いてるのこのピンクだけ。私笑った。張り切ってさ、こんなグラスの文句まで言われてさ。張り切って。じゃあペース上げるかとか言ってな。しかもちょっとグラス借りるようもなし、勝手に持ってきて勝手に文句言われてな。ダメかもしんない。タツヤも次ピックルがいいな。ツボに入る。ちょっと待って、なんて言ってんのか全然わかんないから。ゆうきさんが手掛け取ってこうなってた。で、あ、ね、寝てるのって。なんで？寝てるのってさ、ひどいこの顔見て。ちょっと楽しそうな。いやでもこれになってから達也マジ早くなった。一気に。確かにね、下がってた。噛んでね。でも飲みにくいもんね。炭酸がそうで、しかもストレートで来るじゃん。頑張ってるね。おー10。でも達也の顔色が普通に戻ってきた。普通に戻ってきた。戻ったんかい。戻ってきた。戻ったんかい達也。笑いでアルコール分解したね。負けたくない。やっぱさ、他のさ、ほろ酔いでなんかいくら飲めるかみたいなやってる YouTube さ、使っていかないんだよね皆さん。こっちから水商売のプロとしてやってきたから、普通に飲んで多分永遠と飲めんだよね。今日胃が調子悪いんだけど。私もいい串串串串よ。ハム太郎。ハム太郎。どったか走るよ、さっさと飲むよね、達也さん。お酒を飲むよね、達也さん。グラスを持ったら口元に届け。来た。止まらない。あれこれ、これ多分知らないな、歌方サタデーナイト。知ってるよ、歌ってみて。じゃん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 、じゃん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 なったよ。飲みつぶれて眠る
場所が2丁目じゃないからだよ。こんなの店小道中だって余裕だったんだけどな。はい、ということで全部でね、お互い終わらねえよ。あれも捨ててない、あれも捨ててない捨ててあげよう。あれ達也が捨ててあげる。そしたらさ、あそこに何か置けるじゃん。こんだけあれば十分だしね。だから今度有給で飾ってみようよ。え、メガネかけてさ、鏡見てさ、やっとさ、今の自分の顔見てけどさ、相当ブスじゃね。終了の18皿食べた。あ、高いのも食ってる、うん、けど、ダメだ。あ、な、一回も当たらんかった。ギブ急な。ダメだダメだ、ほら私多分もう酔ってるよ。なんもう今だって仕事のこと考えずにこんなことやってんだ。普通におかしいでしょ。魅惑の足をずっとやってるから。カメラ回ってるんだぜ。顔すら映ってないからね。うそうだよ、撮影のこと何も考えてないってやばいでしょ普通に。いや、私も酔っ払ってんだよな。いや本当に何今仕事した何。ほら、ね、酔っ払ってるでしょ。いやいや、タバコ吸うのがやめただけやろ。分かってるからね。じゃあ本当に友達とかさ、深夜とかでも飲んでもいつもそう、達也はまだ酔っ払ってないみたいな。かわいこの振り引いちゃおう。トイレは近いよな。ええ、ちょっと待って、もう9時40分なの。そうだよ、そうだよ。飲み終えましたけど、なんか持ってくる。剥奪。剥奪剥奪ここじゃないの。白桃の話。白桃じゃない。違う、やめて。もうなんで日本も桃飲まれておけない。白いサワー。そうだよ。全然白白実汁でしょ。いやだ、白実汁って。ありがとうね。私さ、すごい言っていい、こんなアホみたいに酒飲んで、うん、酔っ払って、うん、姿を、こんなブサイクなすっぴんの面さらして、うん、そら彼氏できないわ。さっきもその顔で後ろで立ってた感じで寝とったけど私は。まあ飲みきれんかったよね、全部が全部。いや飲みきれなかったね。嵐の家にまだ未だに置いてあります。だからあれですね、あの年末年始か年始やっぱ暇なんで飲みに行きますよ、ゆきさん家に。嵐が暇っていう鑑定をしないでもらっていい。だから嵐は分かんない、その頃に返してきてるかもしれないし。あらららららら、欲しいよね。2023年なので、それまでだよね。いや、だってそれまで、ちょっと最近から気になる人いる。なに、そんな、そんな急にここでまたそんな、どんなに。まあそれはさて、大きい。はい。あらららららら、リボはしてきますよ。あらららららら、ら。はい、ということで、達也の第5位いきます。どーん、ダン。大炎上、ゲイと独身女が泥酔した松戸の放送事故ということで、炎上動画でございます。炎上動画だ。まずこれで笑ってほしいなと思います。はい、ってことでぜひご覧ください。これはもう持ちネタな、この二人の。プロのカメラマン目指したら。なんかセカンドストリートです。どうぞご覧ください。大人気コーナー、私たちの大炎上動画さらけ出し。何回目ですか。3回目 ?4 回目かな。うちらのやつは3回目で、ゲストさんというか、視聴者さんからもらったやつが1回やってるんですよね。本当の私たち。本当の私たち。ありのままの、ありのままの私たち。私たち見れるんじゃないでしょうか。嫌いにならないでください。最初に言っときます。それでは皆さん聞いてください。ありのままで。なんか多分ああいうのもあのまねかなんか。何これ。カズキング天下だこれ。
歌うまい子や。なにこれはもう持ちネタなんこの二人の息合ってな、今やでっていう感じあったよ持ちネタないや いやめちゃめちゃおもろいねんけど、達也のお友達からの提供です、ね、お友達からの提供私だ。煽られてる、煽られてる。なんて、なんて。なんて言うの。とりあえず飲めよ。か、なんかとりあえずくれよとか言ってるやつ。誰が上って言ったの。うぅうわっ、アイペが喧嘩してた男。俺のことお前って言ってた。俺のことお前って言ってた。俺やろ、おたかぶんな。お前って俺やろ。だってお前って言ってる。お前はな、どんだけお高い人なんや、お前。お前一回だけ飲めとか言った。お前一回飲め。散々人にお前って言って。今日と同じ、今日と同じです。本当だ。あなた様って、あなた様。お前、誰のことを達也って言った。それ短いじゃん。周りの人はモザイクしてる。まあ、私は昔から仲にマリナっていうお友達と、こっからですよ。タツヤが撮ってます。すっごい顔してるよ。キープ、サシアの得意なキープです。サシアさん、飲めなくなるとキープって言いますね。キープって言いますか。あ、私もう無理キープ。でもこれ全力やもん、そういう感じだよね。今見た、今見た、店員さんのサシアの見る目見た。見とってな、この辺映る店員さん。映せんけどね、みんなには。こうやってやるから。はい、これどうですか、サシアさん、自分のこれを見て。なかった。しかも何が面白いって、ここゲイバーじゃなくて、私が当時よく行ってた K-POP バーというか韓国のメンズバーでこうなってますから、はい、これでこの後の指原さんです。ちょっと私見れないやつだ。うるっうるっ。ヨウタツヤこんなの撮ったな。そのさ、トシャルズを取り手がある達也のこの演劇やばいよね。私見れない、見れない。全モザイクの画面、全モザイクが今これも多分大丈夫。ご飯あんま食べてないんだ。無理無理無理。ご飯あんま食べてないんだ。めちゃめちゃ食う、めちゃめちゃおごって食っとったわ。なんか知らんけど、私がパチンコかなんかで勝っとったから、サシャル、あ、サシャル、うわ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 、全おごりやったからね、私の。そうそう、だから気持ちよく食べて気持ちよく飲んだやろうね。これなんだろう。あ、そうですよ。だから皆さんちゃんと
吐いてるだけじゃないんで、ちゃんとこの後水を買って掃除してますから。もう私これ全部流すから、ほらちょっとねえ、ドンキマットお前と一緒に見て、一緒に見て、ちょっと一緒に見てほしい。これ私これ全部流すから、俺これちょっと送って、これ元気な時期見たいわ。ブガ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 ブもうちゃんと掃除しよるか。うん、私笑いなく一生懸命やるだった一生懸命やるよ。でもね、この後買ったのね、これ買ったのね、みんな聞いてホットコーヒーかの人がね、こういう風に歩いてくるのが実は、そしたらそれを自分見られたと思ってごめんなさいお姉さんとか言って、はい、ということで、まあこんなね、私でも、私たちでも、はい、嫌いにならないでください。でもやっぱり MVP は差し払ってる、うん、勝てんわ、やっぱあんたには。いや、でも2人の方が面白いんやけど、多分それを収めてる人が少ない。達也が何でも回してくれるけん、これ残ってるだけで私がやばいのは。いやいやいや、でも勝てんよ、あれは。あれでもすごいな、あんたな。プロのカメラマン目指したら、なんか演出を収めるプロカメラマンみたいな。戦場カメラマン。戦場カメラマン。いや、なんか第2回が噂によると、達也がすごい泥酔の動画がたくさんね、なんかあの、なんか仕入れたらしいので、あ、はいはいはい。ちょっと私は次ちょっと確かにね。だからまだこれを見てね、あの持ってる人いたらね、本当にやめてください、送っていただいて。いや、だからこの3人、あ、3人なんで、インスタでこれ使ってくださいって、さっきの子ね、ね、ノンフィクションでした。またね、よかったですね。いや、よかったね。それ何の時、これはちなみになんですけども、指原がっていう、あー吐いてた時ね。そう、あれはもう達也もうね、炎上動画史上ナンバーワンだと思ってた時ね。あれは面白かった。まあでも気をつけて、皆さんは年末年始気をつけてね、こうならないようにっていう、はい、教訓だと思って、お酒は飲んでも飲まれるな。はい、第4位、ゆうきの第4位、女子会お姉だらけのタコパは史上最強すぎて腹筋崩壊した。あー、エンダブさんだ、エンダブさんとのコラボでございます。で、これで結構私の恋愛相談みたいになったじゃん。あ、なったなった、あの時に。うん、で、なんかちょっと頑張ろうみたいな。タコパじゃなかったよね、あんたの恋愛相談だったよね。そうそうそう。だから、で、大体こういう時って私の恋愛相談になるじゃん。まあまあまあ、まあ、恋愛が本当に得意じゃなくて、奥手だし、空回りするしっていうので、まあ未だにできてないんですけど、まあ多分今のちょっと気になってる人も多分ゴールはしないと思います。わからないですよ、諦めないでください。はい、はい、というのを踏まえつつ、皆さんご覧くださーい。すぐ別れるわよ、やめなさい。 あっちー、そっちー、え、先にカツオシ入れるの。いいから、いいから、もうあげー、何それ私ほんとキスさ、1時間とか2時間とかできるキスちょっと迷惑。セカンドストリートです、どうぞご覧ください。そしてママのたかしです。チーママリリキズムです。猫の神です。3人合わせてエンディングアブリエラです。豪華でございますよ。1年ぶりぐらいね、久しぶり。前回お花見したか、しかもここで、そうだ、そうよ、おかえりなさーい、戻ってきちゃった。さっきエンガブさんのあの方の動画で、もう私たちは踊りに踊って、もうすごかったですね、ゆきさん。ダンス今私、あ、そうなんですよ、ダンス用意ですからね。あの、もう本当にもう今回もゆきさんすごかったので、概要欄の方に皆さんね、あのコラボの動画上がってますので、ぜひぜひチェックしてください。そうですよ、それであれですよ、そこのちょっとリュックの上にあのなんかあるんですよ、それ、そのストレス今触ったものください。
この中にですね、カミさん の, あの昨日着てたパンツが入ってるんですよ。あら、そうなんですよ。そんな女の子に着ちゃうかけたい。今から食事するんだけど。あ、ごめん。あ、いけないいけない。あら、はい、ぜひこちら、はい、メジャーデビューファーストミニアルバム、はい、レタピュシャを3月の9日に発売させていただきました。ちょっと待って、まだ告知していいって言ってないから。概要欄とか貼らなくて大丈夫です、ね、貼れよ。嬉しい、はい、ね、綺麗なんじゃない、あんたたち。ちょっとだろうよ、ちょっとちょっと、足つった足つった足つった。しよしよ。裏ジャケットも、裏ジャケットですか？うんうん、裏ジャケットは見せません。皆さん買ってみてください。そうですよ、ぜひ。そうセクシーです。中もね、写真、そう、中も写真。はい、皆さんぜひぜひ必ず買ってください。はい、お願いします。まあこれの話も後でね、ちょっといろいろ聞きたい。確かに。とりあえず今日はタコパンをやるのよね。そう、あー、今日は女子会でございます。イエーイ。まあもう私たちいつものことだけども、カメラのね忘れちゃってね、もう余計なこと言っちゃうかもしれないので、編集者さん頑張ってください。頑張ってください。じゃあ頑張りしよう。はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。おはようございます。うんうん、やっぱオレンジジュースうまいね。おいしい、染みちゃった。小学生の頃からさ、ね、テキヤンやってたのに昔。ああ、テキヤンタコパとかをやったことがないのよ、あんまり。ああ、なるほど。あ、お友達とかでも。うん、友達ないからね。やめたよ。え、なにこれ、これ合ってる？合ってるよ。鈴カステラみたいな。簡単に入れないんだ。天かす先じゃないんだ。楽しみの。待ってみよう。待ってみよう。なんかたっちゃんのやり方なの。なんか喉喋りたいこととかあったら喋ってください。近況報告ね。いいじゃない。近況報告。いいじゃない。いやだしね。キネキズムから。Spotify でね、あの加納姉妹のラジオがあって、それをなんかめっちゃいいよみたいなこと言ってたのよ。うん、でそれを私すごいハマってて。ハマってるでしょ。聞いてくれてる、聞いてる人、視聴者っていうの。の人からの相談みたいなのをさ、ちょっとやってるわけよ、うん、で、仲いい友達ほどあのご飯とか遊びに誘えないんですみたいな。あー、そんなあったね。そう、で、どうすればいいですかみたいな、うん、言ったらさ、京子さんが、いや、あの、私もそれわかりますみたいな、時の指輪はいつでもつけていたいから、好きな誘えばみたいな感じになってるのかな、うん、で、そしたら、あの、美香さんが、いつもなんかそういうとこありますよねみたいな、うん、そしたら京子さんが、人と靴は違うのよ。さっき指輪の話してた。指輪の話で、指輪の話はどうなんですかって言ったら、うん、指輪と靴は違うでしょ。気持ちうまいよ。バッサリ切られるんだね。難しいな。え、先にカツオ節入れるの？いいからいいから。もうなんでこれをカツオ節入れるかっていうと、本当はね、あのさ、魚粉、魚の粉を本当は入れたかったの。私でちょっと話題提供していい？あ、してほしい。ありがたいな、もううちらのね、あれなの。なんかうちらがあれっていうね、ごめんなさい。あれしか言ってないの。私ね、結婚式したいの。ちょっとなんかジェンダーレス的な感じのなんかお衣装がいいなとは思うんだけど、逆に私もね、聞きたいんですよ。結婚式したいですか？結婚式したい。したいよね。私したい。私こだわりないんだよね。あんま、私があげたいって言って無理やり付き合わせる結婚式は嫌だから。あ、なるほどね。相手に次第かなって思っちゃう。結局さ、結婚式とかってさ、自己満じゃん。自己満ね。でもたまに流れてきてるじゃん。流れてくるね。あれ見るとなんかいいなと思う。いいなと思うよね。幸せっていうものが連鎖するっていうことが科学的に証明されたんだ。そういう空間に行くとさ、スタッキャーってなるじゃん。まあなる。え、すっごい効果のやりたい。多分ね、3番の人が出てくれるんだから。私ね、あの秀樹の結婚式やるときはプロデュースするって言ってて。ああ、いいよ。で、本人にも言ったんだけど、あそこの高砂に上がったときに秀樹が座ったら落ちる。こうなるやつっていう、そういうなんかもうドッキリの結婚式をやる。あ、でも素敵、そういうの全部落ちる。キスがした。私、チス大好き。チス言うな。一番好きな愛情表現。キッス。キッス。小さい粒。
びっくりです。びっくりしました。なんでもない日のプレゼント、あのお花が好きだから、あなんでもない日に花をくれるとハマるかもしれない。あおしゃれ、まあ、花言葉がねとか、その時向こうも知るわけじゃん、花言葉を。花言葉ね、そういうやり取りができると愛情表現だな。確かに確かに、ロマンチック。私ほんとキスさ1時間とか2時間とかできるよ。ちょっと迷惑。この上顎舐められるの好きっていう人いない？いやー、なんか歯とか舐めてくる人いるいる。進化した時が全部多分生活になり得るから。そう、顔怖なんで顔怖いのよ。なんで顔怖い。結構ギンギンだったね目。いや伝えないといけないことですからね。全部生活になり得るから、なり得るからね。そうやってなんか舐められたりとかしてるの、愛されてるって感じで。食べよう食べよう食べよう。もうお腹空いちゃってるの。うちら踊ってきて食べよう食べたー。好きなもの取ろうみんなで。ここら辺が一番美味しいと思うよ。ほんとじゃあそれ取ろう。うん、ちゃんと形になったね。いただきます。いただきます。もうなんかパパッとなんか3つぐらい取っといていい。そうだねそうだね、そうしよう。厚焼き美味しい。なんか私はすごい我慢することが多いの。相手のわがまま聞くのが好きというか、聞いちゃうタイプなの。でなんかそれを踏まえて、なんか最近なんかこう思ったのは、相手の行動ですごく一番愛を感じるタイミングって、相手が私のために我慢してくれてる。ちょっと待って。ちょっと待って。どうしたの？後すぎて話しかない。ほら。あ本当に？ちょっと自由なもんよね。本当な。言いたいこと言った。食いたも食った。そうよ。私のために何かを我慢してくれてる瞬間に愛されてるなっていうことを感じるってこと。え、例えば映画とかドラマとか向こうは全然興味ないのに、なんかじゃあたかしが見たいからって言って一緒に見てくれてる瞬間とか、なんか買い物とかで別に全然興味ないのにずっと付き合ってくれたりとかしてる瞬間に、私はそういうことをするタイプだから、それと同じことを自分に対してやろうと思ってくれてるっていうことに対して愛を感じる。なるほどね、なるほどね。確かにそれめっちゃいいかも。興味持ってくれるだけでちょっと好感度とかポイント上がるような。あ、そうそうそう、食事とかね。うん、そうそうそう。あー、なるほどね。暑いよね、めっちゃ暑いから、まず取れるものじゃなくなるから、もう。いや、もう。どうやった？うん、どうやった？すごいね。次は神ちゃんから焼いてくれる。マジで？嬉しい。五感で感じるような、なんかこう、仕草とか動作に愛をあんまり感じなくなった。態度なのよね。そうなの。わかるわかる。なんかもう、目の奥に答えが見えてしまうという。めっちゃ相談がある。じゃあ恋愛で、こういう相談のお姉さまが別にファーストの出会いの時って、向こうが例えば年下が僕の場合多いから、まあ出すじゃん。それをじゃあ今後付き合っていってずっとってしんどいなって思っちゃう。私気持ちの部分では相手に合わせるってことはしてもいいと思うんだけど、付き合い始める時に自分がこれを5年後続けられるかなっていうところをちょっと想像しながら我慢すればいいかなと思う。でもお金って多分人生で一番ストレスになるものだから、相手に合わせなきゃいけないぐらいお金の価値観が違う人だったらあんまりうまくいかないんじゃないかなと思う。ああ、なるほど、ね、そもそもこのまま奢ってもらったから今度僕出しますよっていうか、そこでまたお財布出そうとするかどうかみたいな。でそれもしないんだったらもうお年上に奢ってもらうの当たり前って、もともと思ってるようなタイプの子かなと思うの、うん、そこを見た方がいい。そこ見極めなんだ。で出そうとしてくれてるんだったらさ、こっちもさ、え、いいよいいよ出すよって言えるじゃん、気持ちよく。それもないとちょっとイラッとするじゃん。つまりさ、そのやり取りというのも彼の魅力の一つになってくるってことだよね。なんかね、達也は年上とか年下とか全く関係なくって、うん、出したい人には出すし、うん、あとちょっと多く出すよとか、うん、あ、なるほどね、うん、見栄とかもある。なんか上っていうね、もうなんとお金今日ないのかなって思われるのが尺だっていう気持ちもちょっとある。プライドっていうよりなんか気まずい、考えすぎじゃない。そこをジャッジにすればいいじゃん。あ、そうしたら、ね、言ってみて、あ、わかりましたって言って、なんかいつもありがとうございますって言って、むしろすいませんみたいな感じで出してくれる子だったらさ、次も会いたいなってなるし、うんうん、お店の基準はで、どの程度のを選ぶのがベストなのか。私だったら誘った方だ。誘った方が決めるんだったら、もう誘った方が出すって決まってるじゃん、なんか。あー、そうだよね。そう、なんかそっちの方が男らしいというか、なんか、なんだろうな、人間関係はスムーズだなと思っちゃう。
例えばじゃあ自分が出したとして、でじゃあその後の行いをすごい見ちゃうかもね。で意外とおごってもらった方もさ覚えてたりするじゃん、その恩を。覚えてる、それで覚えてないような子だったら変な話人間にも発展していかない気がするわけ。まあそれはそうかも、それはそうかも、それはそうだ。だから逆になんかそうなった時に奢ってもらったりとかなんかしてもらった時にどう反応してくるかっていうか、ゆうきがもう奢ってあげるっていう前提だったらいいところ連れてってもいいかもね。あ、そうね。だって結局さ、その子は払えないんだから、その金額はさ、やっぱりさ、金額じゃなくてさ、連れて行く時に1個理由つければいいと思うよ。あ、この店のここ、これが美味しいから一緒に食べたかったんだよねとか、うんうん、っていう理由があれば、ね、値段関係ないじゃん。あ、すごい。どっかの定食屋とかでもさ、うん、俺いつもここ行っててこの定食が好きだから今日一緒に食べたかったんだよねだったら500円の定食でも喜ぶと思う。あ、すごい。でそれに理由がなくて食べログで頑張って探して自分も分かんない店みたいなことを考えるから値段関係ない。なるほどね。このご飯 あの行くやつとこだけカットしといて、じゃないとバレるから。おさてんと、おさてんと、全然いいじゃん。すいません、ここまで面白いから絶対カットしないでください。そう、それはそう。ごめんなさい、私の相談でだいぶしちゃって。でも盛り上がったね。みんな一回ね、やっぱり考えるってことだと思う。考えるってことなんだ、やっぱ。考えるかと思う。なんかチェーン店ってね、これデートだよねっていう感覚があるじゃない。何回も何回も重ねてたらいいよね。うんうんうん。ちょっとカッコつけてもいいじゃんみたいなね。そうそうそう、それも粋だったりするよね。私食事すごい好きだからさ、やっぱりそういう食事とかにこだわる人とかが好きだったりするから、そういうので、あ、合うな食がとか思ったりもするよね。美味しそう、たこ焼きね。パッタン、あら素敵、みんな上手ね。食べるさ、この人。そうだよ、こっち側がソーセージチーズで、こっち側がたこ焼きで、じゃれてー、エゴソーセージチーズにオリーブオイルとお塩かけてちゃった。絶対美味しいじゃん、それ。でも私最近、あ、ハマってること。あ、何？アーシング。何？あ、出た、あげー。何それ、出たー。アーシングわかるよ、気持ち。わかる。まあ、簡単な話、あの裸足で芝生とか土を歩くみたいな感じで、あ、地球を感じるってことだよ。そう、私たちほら普段はさ、こういう電気に囲まれて、体には電気がいつも溜まってるわけよ、はいはい、それを土とかにこうやって全部流すんですよ。あ、それちなみに何回やったの、それ。3回どうやった。ハマってるとは容易だわよね。あんまり出したとこ、あんまり出したとこね。でもう最近あったかくなってきて、で、まだ土がまだサラサラなのよ、ジメジメしてないから気持ちいいのよね。え、今度やろうよ。いや、行こうよ。やりたい、やりたい。ナマステな気分になる。で、でも私はもうこれ足も裸足になってこういう手までつけちゃって、あ、歩きるし、歩かないの。私はもうこういうふうに、これでいいの。あ、これでもだったらもうホラーだよ。ホラー、夜の新宿中央公園とかめちゃホラーだよ。後ろ向きやね。できました。美味しそう、めっちゃ美味しそう。そう、いただきます。いただきます。おお。いや、でもカムちゃんはそのアーシングっていうのはさあ、やった方がいいね。なんで。パソコンがとても壊れやすいから。あ、そうだわ、電気が入ってるんだ。そうだわ、毎日やった方がいいかもね。遠隔始めて、多分タカシとヒデキは1回変えたんだね、パソコン。私は2回。え、3回、3回ぐらい変えたの。え、2回だよ。あ、だってそもそもだって最初は私遠隔のために新しいの買ったの。3代目ってことで。そうだ。じいちゃん家だけで電気を流すっていうか、もうそんなわかんないじゃん、うん、ただね、なんか好きにするのよ。あ、科学的根拠もあるのらしいよ。すごいね。結局さ、人間たるものさ、このさ、大都会東京という街のコンクリートジャングルにさ、囲まれてさ、うん、いや、一個一個がすごい大げさな。大地、うん、海、うん、山、うん、自然というものにさ、うん、ないんだよ、きっと。結局、海とか山に行くわけじゃない、うんうんうん、なんか、リフレッシュしに、うんうんうん、欲してんだよね、うんうん、なんか、たまには体を動かさないとって思った、うんうん、今日のダンスもそうだけど、うんうんうん、ゆるきさん、とっても楽しそうでしたよ。ねえ、本当に普段こういう機会がなかったら、マジであのインドアだから、うん、でもともと体を動かすのって嫌いじゃないんだろうね。あ、だから誘われればね、全然行きたい人なの。うんうんうん。遠隔のさ、あと一緒にダンスをするっていうのも3回目じゃん、うん、でさ、
なんか1回目さ、初対面だったじゃん。うんうん。だからさ、お互いこう様子見もあったし、うん、今回もさ、1回、2回もやっててさ、現場入ってきてるじゃん。だからもう2人がさ、初めからさ、ちょっとやる気だったもんね。すごい嬉しかった。だから、この撮影楽しみにしてくれてたんだみたいな感じだよね、すごいね。皆さんどんちん聞いてください。あー嬉しい。私あのこれ知らない方は、ね、ぜひ見てほしいんですけども、ハッピーハッピーウェイウェイどんちんのミュージックビデオを字幕を押すとあの副音声的なものがあってあれは本当に歩くときにね、なんか知らないけど早歩きの、うーん嬉しいね。あの私本当にやっぱ卒業年明けも、うん、ありがとうございます。できちゃうの？はい。達也本当に歌聴き始めて、撮影回ってない時、打ち合わせしてる時もずっとドンチって言ってて、最初何言ってるか分からなくて、何の音歌ってんのっつって、あんた聴いてないのって言われて。比べるね。で、どうする？あっちー、え、そっちーどっちー最後一個歌った。同じこうセクシャリティの仲間にさ、喜んでもらえるのは嬉しいですよね。あ、そうだね。はい。この歌に有機流なの？今年流。へえ。たこ焼きパーティー。でもこれもっと油がね、面白い。面白い。これ最初に何？唐揚げじゃないわよ。天かす。油があったもんな。どんだけ食いしん坊だね、お前。入ってないよ、だってここに穴3つ、結構使うね、最初から。これもうお金ないんだもんね。もうエビはダブルとかでもいいんじゃん。じゃあ YouTube 始めた時にさ、相当さ、やっぱ2丁目周りの人とかさ、ゲイの人とかさ、超叩かれてアンチみたいな人が出るかなと思ったんだけど、うん、まあ、まずそういう人たちがなんか、まあ、ありがたいことあんまりいなかったけど、興味も持たれてなかった感じだったから、うん、やっぱりうちらさ、メイクとかするからさ、ドネータレント枠みたいな感じだったりとかするんで、うん、ゲイの人も興味ないかなっていう感じになって、で女性のファンの人やっぱ多いんだけど、うんうん、でもなんかここに来てそれこそそのアルバムの1曲目とかがすごい響くみたいなことを言ってくれる LGBT 系のファンの人とか、全然ファンとかじゃなくて聴いていいって言ってくれる、なんかこう書き込みとかツイートとかがあるから、最近なんかそういう人もなんかこううちらのことを聴いてくれてるんだなっていう実感が。だ本当そういうことを言いたかった。素晴らしい。私も同意見だよそういう人たちのためだけに歌ってるわけじゃないけど、うん、やっぱ意識してるところはあるじゃん、うん、で、なんか今まで聴いてほしかったなっていう曲とかもあったんだけど、うん、でもまあそういう人たちに届いてない状態だったっていうのが、なんか今になってそういう人たちも聴いてくれるようになって、うん、あ、やっとなんか聴いてほしい人に聴いてもらえたっていう喜びみたいなのが最近すごいある。一番辛いのは興味を持たれないことが一番辛いじゃん。そうそうそう、やっぱそういうところがやっぱりね、変わってくるとさ、うん、なんか頑張ろうとかさ、うん、モチベーション、自分のブランディング、何これ、何これ自分のブランディングとかさ、いるオーシャンズ8っていう映画があって、うん、あの犯罪をするじゃん、盗みを、うん、盗みの作戦を決行しようっていう時に、主人公のサンドラ・ブロックが仲間たちに言う言葉があって、これは自分のためじゃない、私たちのためでもない、いつか犯罪をしたいと思っている8歳の子供のためにやろう。ああ、そうだね、っていうシーンがあるの。わかるわかるわかる。ちょっと自分たちのこういう活動がさ、犯罪はダメだけど、この8歳のさ子供たちでさ、ちょっとこのセクシャリで悩むみたいな感じの子がもし今いた時に、まあセカストもそうだし我々もそうだし、こういう人たちもいるんだなみたいな風に思ってもらえるような、なんかちょっと勇気になるような、なれたらいいよねみたいな話とかはよくしたりはするのね。例えばうちらみたいにこうやって動画やってすごい楽しいよねって、なんかこの前もなんか一緒に飲んで楽しかったねみたいな話とかするだけでさ、あ、別になんか大人になってそんなに悩まなくていいんだってちょっと思えるだけですごくめっけもさ、こうやってることが。それにしたってずいぶん寛容なね、世の中にはなったけどすごいババおばちゃんどうしたの？いやだから TikTok とかで見るじゃん、
あれ誰が言ってんだな。あー、どうだろう、るもん。わかるわ、すぐ当たれるわよ。やめなさいもん。私もそれを見てこっちが励まされたりとかして、いやだ、羨ましい。羨ましいあれ、急に入ってきてそれじゃん。ここにもいた、怖いし。しかもさ、その顔するんだったらさ、カメラ向いてこうやってほしいんだけど。でも勇気って結構シャイだよね、恋愛に対して。シャイシャイシャイ、秀樹と一緒じゃん。絶対シャイじゃない。ガツガツでしょ。まあ、それを押してダメならもっと押せ。ね、惜しい、その場は。もっと押してダメなら壊してしまえだから。いやだ。で、みんな押し出しで土俵から落ちてっちゃう。ごめんごめんごめん。一人ずつになっちゃう。結局。やっぱりお相撲さんだったのか。すごい可愛いね。可愛いよね。可愛いよね。また会ったの相談になってきたじゃん。でもやっぱりさ、なんか真実さみたいなものは忘れてはいけないなって思うわけよ。人と共にさ、正常。何かさ、何でこんなにだって。癖、あの、自分がいいこと言ったなっていう瞬間その顔。だから、この顔やった時は、私今の発言決まったっていうやつ。なるほどね。だから、そういう時あるよね。だから、そうだねって言ったらベスト。違うの違うの違うの、ほら、目はお口より物言うてええじゃない。言い過ぎ。ほらほらほら、目でもちゃんと伝えていきたい。なんかもう本当になんか究極のなんかこう自分磨きの旅じゃん。そう、恋愛って。だから歌詞みたいじゃん。いや違う、なんか何かな。で、なんかさ、例えば仕事だったらお金を振りかざせばいいとかさ、なんかあるじゃん、いろいろ。でも恋愛する相手にはお金も何も力も権力も何も通用しないじゃん、うん、持ってる自分自身で戦うしかないから。そうだね、うん、だからどういう風に自分を育てていかなきゃいけないかっていう戦いになってくるっていうので、結局家に帰って一人になった時に自己嫌悪に落ちてしまったりとかさ、はいはい、なんか結局素がちょっと出ちゃった時にさ、後ろめたくなってしまったりとかっていうさ、うん、自己との戦いになってくるじゃん。そう、確かに。だからみんな自信がないっていうのはね、もう当たり前だと思うんだよね。そうよね、本当に。面白いんだよね、うん。だから曲とか作ってても、いい曲ができたと思った試しがない、作った瞬間とか。でも後から思ったりとかしないの？あ、いい曲かけてたなって。あ、思うよ、改めて客観的になれた時に、ね、うん、初めて。なんかさ、好きなアーティストとかでもさ、うん、まあ、この新曲が今回微妙だなって思っててもさ、うん、なんかちょっと経ってから聴く、結構いいじゃんみたいなさ、うん、そう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 、うん、そういう時の方が多いかな、うん、逆に。自信がないから化粧とかするよね。コンプレックスだったりとか、もう少し綺麗に見せたい、じゃあお洋服買うとかもそうだし、そういうスタートではあるよね。そういうのをいろんなことを経て、まあ、ジム行くもそうじゃない。だから、まあ、もう。なんかいいじゃない、なんかこう久しぶりに来たと思ったらめっちゃガチトークしてたりとか。いいじゃん、そういう日もあったのさ。でも最近ちょっと自信あるかもしんない。あれ、どうしたの？私の役関係良くなったから。いや、それがいいのよ、最近。あら、それわからんよ。やっぱりメジャーデビューは大きかったかな。なんか認めてもらえたっていう気はしたよね。それは誇っていいんじゃない。そうだよね。それを自分で認めるところが重要じゃん。うん。みんな上手くない？上手、すごい、ね、いいたこ焼きパーティーだ。いい、あとでもエビが初だからね。エビ初だよね。あ、やったー。ちょっと斜めにしたエビ、まだほらちゃんと火通さないとあるよ、これ。エビマヨ、エビマヨマヨ、エビマヨ。なんかね、結構適当なんだよね。エビウィンナーもあれば、エビタコもあれば。へぇー、素敵。エビおいしい、おいしい。エビプリプリ、いただきます。ねえねえ、プリプリのエビか、なんかボイルのエビ、なんてお寿司みたいなさ、上に乗ってるあのエビ、わかる？わかる。はいはい、茹で上がってるから。そう、どっちが好き？プリ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 。なんだろう、私生が一番好き。プリンシャスプリンシャス、ドリンシャルかも。そっか、あんただけ違ったんだ、うん、私はなんかしっかりしたエビが好き。やっぱお尻もプリッとしてるのがいいし。ごめん、うん、すごい流すじゃん、結構いいかも。お尻、うん、やっぱ年取ったらタイプ変わるんだなっていうので、うん、昔はなんかもう ちっちゃい細身のお尻が良かったんだけど、うん、今はお尻ちょっとプリッとしてた方がやっぱいいね。あー、そう、うん、になった。お尻はね、
野球選手しか勝たん。あー、あ、私結構陸上選手が走ってる時のもっこり結構好きなんだけど、私はやっぱり水球選手かな。あー、忖度ですね。本当にここら辺ありがたいね。わかる、本当そこに。あ、水泳体型の人に私ポカリスエットを持ってもらいたいCM や。で、何体にいっぱい入れちゃったよな。それカルピスじゃん。しかも今のは誰の真似をしたの。なんかちょっと喋り方、体もいっぱいっていうの。誰の真似をしたの。長澤まさみの真似したの。今のもっとね、セクシー人出したほうがいい。どういうこと。耐えぶれる。え、なんかそれこそもう水球選手とか使って、もうなんか終わった後にガブ飲みみたいな感じでもいいわけよ。もうびしゃびしゃに浴びる感じ。あー、だからさ、ウォーターボーイズよかったよね。よかった、ウォーターボーイズもね。ウォーターボーイズよかった。よかったよね。子供の時にさ、それこそさ、プールの中でさ、シンクロナイズドスイミングをやりたくってさ、うんうん、逆さまになって足上げた瞬間に足つってさ、ピカ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 ってなったまま溺れたこと。うわー、ピカピカ。ゲンのさ、中でさ、こう女性が飛躍してるスポーツへの憧れみたいなのがあるよね。バレーとかさ、スケート選手なんか私みんなゲンに見えちゃう。そうなんじゃん。フィギュアスケート、うん、やっぱ体動きとかしなやかじゃない。ああ、そうだね。ちなみに今回のこのムタプシカはどんなアルバムになってるんですか。まあ、メジャーデビュー初のアルバムってことですね。なんか意味とかもあるんですか。ムタプシカはあの多角的に物事を捉えるみたいな、あのっていう学問の名前なの。あ、そういうのは誰が考えてくる。今回はこちら。あ、そうだね。まあ、なんかアイディアそれぞれ出したりとか採用されるか否かって。なるほどね、すごい。楽曲とかも8曲入ってるんですけど、全部違うジャンルのを入れたりとかして。なるほど。なんか聴く曲によってはこの人たちはすごいあのクラブ系のアーティストって聴く人もいるし、まあ自己紹介みたいな、どういう風に入って何て呼ばれてもいいですよっていう。あ、へえ。いろんな場面が見れる。結構攻めてる。攻めてる、うん、やっぱりほら、頑張ったらものさ、欲張りじゃない。うん、だからジャンルレスでもういろんなジャンルチャレンジしたいし、もちろんこうやって YouTube もやりたいし、こうやっていろんなコラボも楽しいし、もういろんなことに本当挑戦するっていう、その欲張りさみたいなのも詰め込んだというか、いろんな楽曲を皆さん楽しんでもらいたいなっていう思いを込めて。なるほど。なんかさ、コメント欄とかによくあるんだけど、うちらのアーティストなんだからこんなに YouTube 上げてる暇があったらなんか音楽活動しろみたいなこと書こうと思ってる人もいるし、逆にもっと YouTube 上げてくださいっていう人もいる。で、だから YouTuber としてうちらのこと見てるっていうか、だからまあそんなにないんですけど、たまになんかアーティストぶってみたいな感じのコメントがあったりとかするんだけど、だから肩書きについてすごい見てる人の方がすごくこだわってるっていうか、なるほどね。なんて言われてもいい、やりたいことができてるから。なるほどね。そうそうそう、そういう我々の名刺代わりの名刺代わり。何、メイキングも入ってるんですもんね。入ってます。メイキング面白そう。入ってほしそう。見てほしい。まあ、ファイナリーっていうのが、まあ、ついにとかやっととか、うん、そういう意味なんだけど、まあ、メジャーデビューもそうだし、まあ、いろんな方にこう出会えたみたいなのもそういうのもこう含めて、ある意味そこから始まりというか。なるほどね。で、それでハッピーハッピーウェイウェイドンチーでハッピーに終わって次につなげていこうみたいなちょっとメッセージを込めて、だから1曲目とラストはもうこのアルバム来る時にもう決まってた。あ、もう決まってるんだ。絶対そうしよう。逆から聴いても面白いかもね。あ、そうだね。素晴らしい。確かに、うん、なんかね、ほんと全然ねバラバラの曲調が入ってるから、もう自分の好きなようになんかランダム再生しちゃっていいようなアルバムなんだ。あの、あゆ好きじゃないですか。はいはいはい。ね、この人が初めに言ったのがA Song 4みたいに、なんかそのシングルじゃないけど歌い継がれる曲みたいなのがあるじゃん、アーティストにはみたいな。で、A Song 4もアルバムのシングルにはなってないけど、1曲目にバンってくるじゃんみたいな。そういう感じの匂いがこの曲にはするから、1曲目に入れたいみたいなこと言ってた。へぇー。そうそう、で、今でも印象的じゃない。うん、歌い継がれてて。確かに。そう、そんな愛される曲になればいいなみたいな。素敵ですね。私もガビなんで。ギャビね。ギャビだ。はい、ダメ。すごく悩んで言った。すごく間違えたね。やっぱでもね、サンリオピューロランドでもライブがあるということで。そうなの。それも何月何日かなんですか。5月の27かな。うーん。違う、あ、違う。29かな。
日曜日かな、そんぐらい。5月末に皆様、はい、詳しくはね、概要欄にありますからね。結局概要欄、概要欄、助かる概要欄ということで、終わり？お終わりか。え、なんかちょっと申し訳ないんだけど、私の相談ばっかでは相談面白かった1個、じゃあ最後、なんかあ、確かに、食べちゃわないとね、遠慮の塊みたいな。あじゃ あ、 あ、何かかける。うん、もうさっきからそのまま食べちゃった。あ、そう、あなたソースかこれなんか締めみたいなのやりますっけ。はい、あ、やんね、まあ、じゃあもうこれでいいんで、もう、はい、もうバイバイ。ごちそうさまでした。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、まあ、5年も経つとそのぐらい適当になるのよ。と嘘です。編集者イラついてるの。いただきます。ごちそうさまでした。まとめいきなし NHK みたいになってるでしょ。まあみんなね、この恋愛相談とか見てたら私がモテない理由はわかるでしょっていう感じでございました。はい、リードしてくれる方というか、でも付き合った後はリードしますけどみたいな。本当にわがままよね。そうなの。じゃあわがままっていうか自分からいけないから、まあこの話はさておきにしましょう。なんで、まあそういう風に思ったんじゃないでしょうか。この動画を見てね。はい、次、第4位。第4位、はい、遠隔操作ゲイバーママとドキドキおうちデートで大暴走ということで、第4位はゆうばママのドキ企画です。どうぞ。何でてれる、何これ、何だろう。でも、まあってもいいんじゃないかな。スカンドストリートです。どうぞご覧ください。本日の企画は遠隔操作ドッキリ。今回スペシャルゲストということで、ゆうまさんに来ていただいてですね、ゆうまママに来ていただいて、達也を遠隔操作を僕がして、ゆうまさんにドッキリを仕掛けていこうと思います。で、僕はこうやってパソコンでモニタリングしながら、いろいろ無理なんなりを言っていこうと思うので、皆さんぜひ見てみてください。それではどうぞ。もうすぐ撮影始まるんですけど、ここから電話で達也を遠隔操作して、これでこちらでモニタリングしながら遠隔操作していきたいと思います。じゃあ、ゆうまちょっとご飯作ろう。あ、お腹空いたよ、もうね。どうしよう、ゆうまが大好きな鶏もも。ただ鶏ももじゃない。何？若鶏の鶏もも。あら、もうやっぱ若い男好きだな、達也みたいな。なんか今日、なんか様子がおかしくない。え、クリームシチュー作ってくるの今日。え、一緒に作るんだよ、ゆうまと。めっちゃ嬉しい、達也。もう俺めっちゃ好きやからこれ。本当に？クリームシチュー、なんでその分かってくれてるね、やっぱり。なんで出る？何これ、なんだろう。何これ、なんだろう。おいしい。とりあえずゆうまさん作りましょう。うん、うん、ゆうまのぐらい白いね。もうちょっと後でいいんだよ、開けんの。まあ、なんでこのゆうまのじゃないもんとか、このまま入れる気。何、聞こえない。聞こえない。分かった、イヤホンしてるか聞こえへんやん、それ分かった。イヤホンしてるか聞こえへんやん、それ取りながらイヤホンを。何をイヤホンしてんねん。これまず野菜からちょっと、あ、ちょっと順番にしよう。いいよいいよ、分けて。その切る包丁で急に浮気したら殺すからねって言って、いいよ、照れるな。怖いから、怖い。何もせえねえ、浮気してない。浮気したら絶対殺すから。マジでじゃない、さっきの包丁も出して危ないよ。危ない。綺麗にあるでよ、ちゃんと。うん、ゆうの玉。まあいいよ、手でいいよいいよ。ユーマの玉、玉みたいだね。ユーマの玉みたいな。ほら、男爵。なんだよ、楽しいカップルやな。冷たいやろ。冷たい、大丈夫。元気にしちゃうね。もうこっちも元気に立ち上がれ、日本。今日ユーマおかしくない？おかしくない。なんでこんなことすんの？違う。女。女とか言うな。でも、まあ、人間
全部入れよ。全部入れたら、せっかくだから。じゃあ、ユーマのこれも入れて。玉ねぎが混ぜないよ。わしづかみにして。わしづかみにして。ここも入れよ。あんこから入ろうかな。時間がないよ、収穫。ほら、まだ今、じゃがいも湯ついただけで5、6分。大丈夫これ。もっとパンパン行こうよ。これさ、小さな方が早いよ。いえ、もう来ます。まず、どうぞ、いいよ、これをふわってやったらいいのね。チンした方が早いよね。チーンって言って、ユーマさんのチンコ、チーンってやって電子レンジだけチーンって言ってこっちもチンチン、2本でチンチン、チンチンちょっと、こんなことの昼1時から読んだのここにね、昼前だよ。だって、久々会うじゃん、今日寂しかった。やります。もう真面目にやってきます。大丈夫。めっちゃユーマさん困ってる。怖いって。後ろからハグして、後ろからハグして。よう切れるわこのビーラー。糸かぶさせて。すごい。ミスターバンカー10人。ちょっと待ってください。今まであんま料理とかしてこなかった。もうミスターバンカーです。なんで？ミスターバンカーです。ミスターバーカーチャンピオン。僕でバーカーチャンピオン。何やんの？どうなってんの？誰が使ってチャンピオンなの？本当にユーマ楽しいね。楽しいね。本当にいつもありがとう。全然進んでないから。ねえ、さっきマキちゃんが絶対料理時間かかんなんたらって先取りましょうって気持ちわかりますわ。これで多分であなたに飛ばしてますけどね。撮影って何？撮影って何？今カップルじゃない？撮影って何？ごめん、ちょっとカチュじゃん。ちょっと結構ガチめ。何撮影って？何マキちゃん？どこの女の話してるの？ガチめに。これ撮影っていう手じゃないんで。どういう？撮影っていう手じゃないよね。ちょっとそこの部分よろしくしてもらっていい？二人で。マキちゃんなんかちゃんとよろしくしてもらってもいい？喋らせてくれないんだ。そうだ、ごめん、だってごめんね。はい、じゃあ切ってきます。あの、目はのっていうじゃないの。目はの食べたようないするんですよ、体に。お前だけよ、ゆっくりやってよ。ちょっと待って、誰がシチューこんなスライドするんだよ。どこの分野のシチュー食べんの。なあ、インジャパン。ここだけは楽しいんだよね、ユーザーの料理。そうか、全然進めへんねんな。時間かかるわ。気をつけてよ。あ、ありがとう、ユーマ。うまいや、うまい。あっちゃん、うまいよ。あっちゃん、取れてるんですよ。大丈夫ですね。ここまで入ってるんですか。入ってこないで。横のおばちゃんからこのじゃがいももらったの、達也くん。山下さんね、ありがとう、届けてくれたのよ。山下さんね、そんなこと言わないのね。優しい。出てって。そんなこと言わない、山下さんに。全集中、目とりの方。全集中、目とりの方。寝とったらあかんよ。他の男と何や、そんな何や、他の男寝取りの方とか使ってんのか。何や今急に。だって全集中寝取りの方、寝とったのか。他の男何や、他の男寝てるんか。ピーラーくらいから OK。 校長の方がさっきから失礼回数多いから。分かってる。ちょっと怒ってるか。なんでイヤホンしてるからやろ。なんでイヤホンしてんの。誰かからなんか送られてんのか。怖いな。今包丁持てとか。やられんの。待って、怖すぎそうでしょ。この
イヤホンは何やねん。ちょっとバレそうになってるんで、玉ねぎ小さめのやつちょっと味見するわって言って、ちょっと噛んでまずいって言ってペッてシンクにやって、いや、これ食べても美味しいないやろ、なんかね。いや、どうです。玉ねぎなんて。何した？ちょっと一回食べてみて。お前からなってるやんか。食べてみて。ちょっと。え？一回食べてみて。いいわよ。一回食べて。はい。分かった。一回食べてみて。一回食べてみて。はい。そんな手はユーマのチンコに、チンコに次に汚いから。そんな手はさ、ユーマのチンコがこんなこと。何の、何のあれやって手洗ってない。手洗ってない。手洗ってない。何になるの。急に、どうできてもらえたの。そうですね、きっと行ってくる。ああ、そう。分かった、分かった。切っとくよ。トイレどこ。大丈夫ですか。はい。はい。なんか達也が自由に楽しそうにやってるんで。大丈夫。はい。本当。面白い。こんな感じでいいのかしら。はい。なんか料理シーンが長いなって。そうだよね。仕方ないね。聞いてたって言って。でここにもやって、うん、あれあとここにちょっと塩コショウとか味付けしても。聞いてる。まあそんな綺麗になって、まあそんな綺麗になって、そんな切れるなよ。なんだよもう、びっくりした。なんなのこれ。あげましょう。すいませんでした。本当さ、ちょっと待って待って、本当すいません。本当すいませんでした。いや、どういうことだ。やめて、何今日の企画は、今日の企画は、あの、達也を私が陰で遠隔操作して動画撮るっていう企画だったんで、あの、多分失礼なことめちゃめちゃ言ってたと思うけど、全部それ、私が言ってる、あの、薄くスライスしてとかも全部。どっかで見てたわけ。それもこの姿を見て、これカメラこれ、これは私が見るような、そう、ただのウェブカメラだったんで通話だけしてた。ドッキリ大成功。何それ。どっちの話も聞かなきゃいけないでしょ。もうすっごい混乱してて、達也。じゃあ、聞いてた。そう、たまにさ、もう一回言ってとか聞こえないとか言ってたでしょ。もう言うと、遠回しに言う気に言ってた。わけわからんくて、もう達也もわけわからん。たまにとか辛かったし、あれ食べさせてたのも勇気。あんた最初から最後は全部勇気のせい。全部勇気のせい。途中でエアポッドの充電が切れたんですよ。そうどうする文章で、じゃあ最後のサッシに切れて、そこでネタバレするわって頑張って。ということで、皆さん、ゆうまさんのチャンネルのね、概要とか SNS は、あの、貼ってありますので、はい、チェックしてください。ということで、今日ゆうまさん、はい、この後ちょっと食べるやつは、どうやろ、サブちゃんで、サブちゃんで、そっちはサブちゃんで。またね。ありがとうございました。それぞれ面白かったな。あれ面白かったね。嵐が操作して、達也がそれをやって、達也がそれをやって、あの、ゆうまさんは本当に達也をちょっと怖がってたもんね。怖がってたね。やりづらそうにしてた。うん、やりづらそうにしてた。でも、この中、何、最近ドッキリしてないじゃない。確かに。ちょっとね、この、今年の中のドッキリだったら、結構好きなドッキリだったんですよ。なので、ちょっと面白かったなと思って、うん、全部拾ってくれて、さすがだなと思います。ゆうまさん、今年1年、2022年、ありがとうございました。2023年もね。どうぞよろしくお願いします。ということで、3位でございます。はい。
第3位、はい、アポなし突然実家に帰省してみたの勇気の実家に帰省した。なるほど。なのでぜひ皆さん私の地元を見ていただければと思います。どうぞご覧ください。どうぞ。なんか座り込んでる気も。あれ男前よ。意外と楽しいですよ。皆様、ありがとうございました。お取り100円、やば、高い方だよ。金券、あ、勇気だ。勇気だ。セカンド、セカンドね、どうぞご覧ください。ということで本日は見てください、皆さんあちらを。ということで本日は、前回達也さんの地元に行ってきたということで、本日はなんと兵庫県の私の地元までやってまいりました。イエーイ。なんと東京からこの日のために来ました。はるばる3時間ぐらいかけてやってまいりました。初めて私は明石のこの町にいます。はい、すごいね、兵庫県初めて。そこからちょっとタクシーで、私の実家に行って、ちょっと巨大な荷物たちを置きに行きます。でそこからちょっといろいろぐるぐる回ろうかなっていう感じでございますね。タツヤの時も雨でしたけど、今日雪の時も雨だね。そうですね。だからそれは全てあなたのせいですけどね。なんか私のせいみたいに言ってますけど。どういうこと？楽しみにして。はい、あ。ゆうきさんのリアクションの顔だけにしとこうかな。お家があれだから。リアクションないから別に。もう遅い。ちょっと開け、ちょっと。なんか座り込んでる気も。お兄ちゃん。なんかこうやって格好つけて座り込んでた。私が先に行ったらよかったな。こんにちは。ちょっと失礼します。兄です。あれ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 。男前よ。いや、さっき入ってきて、言ったらわかるわって言うからさ。何が言ったら分かるわな。いや、3人組のすごいのが来とうって言うねん。なんで知ってたん？たまたま会社行こうと思って開けたら、そう見たことある姿3人行ったら、あ、そう、さっき気づいてたんや。そう、ね、戻ってきて言うから、誰とか思って。あ、そういうことね。でもそんなはずはないと思うもん。でも想像はつかへんかったわけよ。ほんでみんながおるから。しかもタイミングバッチリだったよね。どう、ちょっとさ、その6年ぶりに会う。いやでもなんか、でも結婚式で会ってるからお姉ちゃんの、あんま変わらへん。あんま変わらんか。あんま変わらん。お兄ちゃんちょっと絡み絡み男前やんか。え、お便りでかい。こっちが。はい、チーズ。キスするタイミング一緒やったんやけど。チェリオの自販機。そう、これがもうね、よくこの日本のサイダーってのもあるんですよ。なんこれ初めて見た。あ、これ全部チェリオ。全部チェリオ。へえ。これライフガードみたいなやつ。あ、わあ、ここまだやってんねや。すごいすごい。ほんまにこっから通学路な。こうやってほんまにあの学校行ってたから。へえ。であそこにローソンあって、その裏側にちっちゃい公園があるんだけど、そこのローソンでいろいろ買って、そのちっちゃい変なところで溜まってた。で、この坂ずっと上行くと、泉屋っていうとこあって、うん、そこにマックとかあって、そこも溜まり場で、それこそほらもうバイクでみんな来て、みたいな。へー、これ昔ここ空いてたんやけどな。で、こっからそっち行くとちょっと友達ん家が近かったから、そここでチャリ通ったらすごいあの頭虫がめっちゃ口に入りまくるっていう。うわ、なんかこれに小林みたいなのめっちゃ飛んでる。あ、ちっちゃいのね、白っぽいやつね。うわ、やばー、めっちゃ地元。どうなんかこの並びになんか一人同級生の家あった気がする。友達とは一言も言わない。同級生。友達少なかったんでね。学校の近くってああいうフェンスだよね、色が。こっちの方はね、ほんまに昔ちょっと高級住宅街みたいな。すごい素敵なベランダ。そう、でも逆にその今おば、うん、が住んでるところへんが結構リニューアルされてもいて、すごい高級な新築がバーって建ってたとこが今の高級住宅街みたいな。ちなみに実家が見えております。あ、お母さんの、はい、こちらです。これ、はい、へえ、ご立派な。ご立派よ。そうなんですね。もともとお母さんもここで働いてたってこと。会社名も入ってるから。いや、ここは会社ではない。会社はもともともうちょい向こうの違うところにあった。ちゃんと工場でもすごい、でも寄り道するとこがあんまないんだね。学校
行くとくと中央、ね、しない。あの本当に県内一制服がダサいって言われてたから、みんな一回帰ってから絶対遊ぶ。制服で出かけたりなんかしない。ブレザー、ブレザー、クソダサい。すいません、ボッポーの皆さん。でも多分きっと皆さんも思ってるはずです。ここで、そこの壁とかで、あの壁当てやってましたよ、サッカーボールの。ちっちゃい時、ほんのちっちゃい時はここら辺で遊んでたんだ。いや、ここはもうちっちゃくないんだよね。中学校上がってからの。もともとは自分も拳銃に住んでたから。これマジ通学路、マジの通学路、団地抜けてくんだね。はい、見えました、角が。あれだ、やっぱあれだ。小中1階になってる。マジショックなんだけど、ちょっとなんかちょっと新しくなった。小学校どうなったの。でも昔もう本当に通ってから一貫教育校。しかも防犯カメラなくなってる、平和になったんだ。窓ガラスとか割られて、他の中学校から。あ、荒れてたんだ。荒れてたの、だから防犯カメラとかつけられてたの。あ、合唱コンだ。音楽室で静かにしてみて、聞いてみて。まあみんな真面目な、この辺、このこことかに隠れてた。たまってたら、途中で通る散歩のおっさんに通報されてるか。サボりでってこと。ここが、あの、呼び出しされポイントでした。あ、先輩からの。まあ、ぽそう。うん、ちょうど裏だ。小学校向く。学校巡り。学校巡りみたいな。なんか学校の帰りみんなでなんか明石焼き食べてみたいなのしない。マジで友達ん家に集まるか、結構自分家が泊まり場だったりとかしたんだけど、それか外でタムロって昔ながら可愛いのないかやつないか知らねえ。あ、でも旧校舎もまだ電気ついてるじゃん。なんか使ってんだ。本当だね、何してんだな。あ、本当だ、そうだ。すごい、鉄棒の種類もめっちゃ高鉄棒からノーマル鉄棒。なるほどね、本当にそうだね。そうそう、柔道部とかをここでなんかやってる。なんか書いてる、おえ、おえ。これでも昔書いたことあるよ。キモ、キモって書いてる。おえ、おえ、たくさんのなんとかとって書いてるね。太陽って書いてると思う。太陽と月とスポン、スポン、太陽と月とスポン。なんでそれ書こうと思う。なんかお母ちゃんから、なんか私のお姉ちゃんの保育園は園長先生、私の妹が突然訪問 OK って言ってます。よかったら姉も長いこと会えてないのでゲリラって見ていてください。女装の有機に降り卒なので取れ高高いです。これさ、すごいさ、気まずいな。これが、小学校で、奥に正面、奥にあそこら辺ちょっとさ、緑の屋根みたいに見える。おうおう、あれは幼稚園になってるの。幼稚園ってちょっと敷地が一緒なの。面白いね。で、そこも校舎だから、その間から見ると給食の食器の音がする。多分今片付けてんじゃないかな。本当だ、そう、給食用場でここにみんなワゴンを押して取りに来る。そうだよね。ね、給食係がね。そうだ、給食係っていたね。かつて超やりたくなくていつもそこってた。最低だ。シマウマ公園っていう公園があるんですけど、大きい。へえ。でそこにあの当時テニス部、幽霊部員だったんだけど、テニス場があるから幽霊部、中学校は見ないからそこまで行かないといけない。テニス部はシマウマ公園。へえ。シマウマ公園で、あのね、こっちに馬がいた。ええ。馬の乗り物が。懐かしい、タコの。ここでもうあのタイマンとかしてたもん。タコって言ってない。タコの、ほら、ほら、結構勢いすごそうじゃない。あの意外と勝った記憶がある。うわぁ、はい、はいや、意外と楽しいでしょ。最後気をつけて。最後ウィンってなんだ。これね、昔よく遊んでた雪も。ということで皆様、案の定こうなりました。あれ、駄菓子屋さんだったの。やってんじゃん。やってるっぽいよ。え、やってんじゃん。え、西見商店さん、ちょっと駄菓子買いましょうよ。あ、でも酒ペペ使えるじゃん。すぐそこに水爆売ってて、でここで水爆で遊んだりとか。え、マジちょっと嬉しい。しかも昔のおばあちゃん変わってない。変わってなかったな。こういうところで、そう、買って食べるっていうのがいいんじゃん。昔はんだ、コロナってもないかな。おばさんがこのままこうやって渡してくれてた。うん、これこれ懐かしい。
やばい、これまだ売ってるんだね。これやばいな、当たりがついてんの。私はこの10円とやったー麺外れて、これもさ、こういう風になるからさ、当たり100円、やば、え、高い方だよ。金券100円分買えるの、これで。まあ、でもこれちょっと地域貢献っていうことなんで使えませんけど、うん、ちょっと懐かしいから持っときたい。これは逆にいつも食べるの見つかった。そうそうそう、あ、そう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 、こいつやってたよね。全部もう形をひっくり返してやってた。田舎によるって感じ、この看板エモいよ、達也今。はい、ということで今からゆうきのお姉さんに会いに来ます。突撃プレイスクール、幼稚園ですね。あ、へえ、いつぶり会うの。あ、でも東京ぶりなんですね。うわ、このお姉さんがやってる正解は保育園です。はい、ハロー、どうぞ入ってください。ごめんなさい、失礼します。はい、え、やば、すいません。全然わからなかったんやけど、気づかなかった。いとこ、喋ります。あめでー、あの、お忙しいとお仕事中にね、あの、今お邪魔させてもらったんですけど、もう、いとこはずっと海外住んでたから、もう、ほぼ外国です。すごいじゃん、お姉さんの周りすごい海外に行く方が多いですね。いや、ほんとすごい多くないんだけどね。お姉ちゃんとちょろっとだけ、やだもう。私はいいんですけど、あの、いや、一緒に通りましょう。逆にだってここはもうだって東京で会ってるし、久しぶり、イエイ、あの、バーも飲んでるし。そうそう、行ったの。そうなんだ、行ったの。そうなの。ちょっと待って、一瞬で来てしまうのに。あ、勇気だ。勇気だ。全然ないから。勇気だ。似てるって言われるの。似てます、似てます。ラホミッキーだから、うん、らしい。あ、キスしてるもんね。でも肌綺麗よ、すごいね。ずるい、ずるい。でもどれくらいぶりですか。いや、でもそんな経ってないじゃん。2年ぐらいです。1年、2年ぐらい。2年は経ってる。もう一人の、東京そこにいたことがあって、その妹と東京遊びに行った。そう、おかとしぐらいだから2年。で、その時に焼肉行ったり。今日は初めて、今日は初めて、ね、すごいね。いや、嬉しいですよ。会いたかった。あの、お話はすごく、あの、お気に入りなので。お酒を飲まれるんですね。飲む飲みたいね、飲みたいね。ぜひ一家全員酒飲みやね。だから、ね、一番飲まへんかもな。バーが好きやから飲むけど、うん、家で一人飲もうとかもしれない。だから結城に飲まされてみてほしいよね。想像がつかない、飲まされる想像がつかない。すごいから。引きますよ。飲ませ方も飲む量も。お兄さんだけ唯一酒を交わしてないかも。一緒に、うん、ここは一緒にこの間飲んでるし。いや、すごいね、兄弟全員に会いましたね。っていうか、もう結城の家族全員に会ってる。うん、ごめんなさい、あのね、お仕事中に申し訳ない。いえいえ、ありがとうございます。また改めてね、ゆっくり。はい、明石って、もう明石はいろんなとこ遊ぶから、ちょっと串とかで食べる。うわ、食べたいね。中津とかまたこのやつを1本、はい、でかいから半分としよう。食べて、いい、うまい。うわ、明石のタコ、うまいから。いただきます。うん、いただきます。お醤油が似た。そうそう、柔らかいよね。明石のタコ煮た方がうまいよ、刺身とかより。止まんね、ほろくっときに出すな。耳あるかな、うん、だから食べていい。うん、こんなもん地元やからいくらでも食べれんねんから。赤ちゃんのタコは煮た方が美味しいですね。おいしい。うまいよね。ここにしますか。普通に赤焼きで、赤焼きが15個だから1人前ください。はい、
え、なんかでも焼き色ついてないよ、こういう感じ。そうそうそう、もう柔らかいから。え、ほんと柔らかいね。サムギョプサルみたいに斜めってます。明石焼きとだし、お楽しみ。じゃあゆうきさんのあれでちょっと達也結構ね、出汁から全然いっちゃうタイプだから、そのまま食べてみても1個はね、普通にね、あの生地の味とか、いただきます。うわ、すっごいブンブン。さあ、おお、ほんとだ、卵の匂いする。だから初めてね、ちゃんとそのもの食べますから。うん、おいしい。うん、うん、おいしい。うん、出汁食べるのがやっぱ、ね、やっぱ自分あのやっぱ家の隣の人のやつに慣れてるから、やっぱそこを比べうまく感じちゃうね。さて、さすがに出汁で、一回出汁もみたいね。あ、本当にあっさりの出汁だ。ふわふわだ。でも食感のたこ焼きじゃないでしょ。うん、全然違った。なんだろう、ちょっと、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと蒸しすぎた茶碗蒸しみたいな。そう、茶碗蒸しなんだよね。茶碗蒸しほど柔らかくはないんだけど、でもほぼ茶碗蒸し、ね、そこかはちょっと固めた茶碗蒸し。でもこれ出汁すぐなくなるっていう理由わかるわね。てかね、むしろこう食べた後にちょっと飲んじゃう。ごちそうさまでした。はい、というわけで私の地元巡り館でございます。ご家族全員地元巡りというか家族巡りだよね。そうだったね、家族に会いに行けまし たね。家族に会いに行った。まあでもマミにもね、久々会えたし、ゆうきのお兄ちゃんにもお姉ちゃんにも初めて会えたし、ね、初めてだもんね。中学校にも行きましたし、駄菓子屋も、駄菓子屋も思い出の駄菓子屋で、ちゃんと明石焼きを明石で食べてましたけど、はい、まあ大満足だったんです。よかったです。あそこに食べた明石タコのタコに美味しかったです。うん、さっき食べたやつね。あれ、本当に美味しかった。さよなら。マジで本当に久々帰ったんですよ。その2022年ではこの時しか帰ってないですし、すごいあの懐かしい気分になれたなっていう、こう結構自分の中で思い出に浸る、うん、自分の中ですごいいい動画になったんで、うん、あの良かったなと思います。久々にゆうきさんがやっぱり地元に帰るっていうのはいいよね。そうなんですよ。でこの後私がこう大阪に行ったじゃないですか、うん、パークから連絡来て、で帰ってきてるなら会いたかったんだけどみたいな、友達から連絡来てたよとかっていう風に、あの来たりとかしましたね。なのでぜひね、また次帰った時はちょっと友達と思うかな。まあちょくちょく帰んな。いや、お金もかかるわけだから。稼いでますから。稼いでないですよ、皆さん。こういう風に思われて私の懐だけ見てくる男がたまにいらっしゃるんで、やめてください。すぐ言い合いにも紐付けてくるわ。本当に嫌なんだから、そういうの本当にやめてください。そういうことあったんだね、うん、はい、ということで、じゃあ次の第3位2ついきます。第3位、禁断の男遊びがやっぱり最高すぎた、興奮が止まらないゲイの松戸、マッスルバー。マッスルバー2022年のラストムラムラ動画でございます。どうぞ。マッスルスナック筋肉のみやマッスルスナックさんへやってまいりました。お通しの上腕だ。あー、すごーい。チャック下ろしますか。チャック下ろしますか。だって下ろしてください。うわー、かわいい、かわいいよ。おはようございます。はい、よっしゃー。はい、すごい、はい、すごい、すごい。非常に楽しいです。セカンドストリートです。どうぞご覧ください。撮影が楽しそうですね。見覚えあるんですかね。こちらマッスルスナック筋肉のみやマッスルスナックさんへやってまいりました。今回ですね、ここに来るのは2回目です。あれからプライベートでは来てないですか。達也のお友達がいっぱい来てます。あなたも行ってるでしょ。でもプライベートで1回ぐらいは。あとね、呼ばれたピとかはあったりとかするんだけど。なんでその自ら言ってませんみたいな感じで言うの。、ね、あ、でも本当に1回もまだ行けてないんですね。なので今日すごい楽しみです。久々の2回目ですね、はいはい、前回はね、達也のおすすめは床丼だったんですね、うん、でも今回は床丼選べないそうなので、違うメニューをね。ゆうきさん、このお注射好きだからさ。好きじゃないです。でね、今日も張り切ってマッスルスナック行きたいと思います。今日はどんなイケメンがいるんだろう。さあ、行くぞ。はい、ということで入ってきましたね。
前回と同じ席に座ってます。改めてマツルにちょっと説明してもらいましょう。はい、どうも、はじめまして。前回ね、僕いなかったんですけど、寂しかったもん。すいません、ごめんなさい。ドチェスト店長のまさきマッスルと申しまする。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、改めましてメニューの説明をさせていただきます。こちらですね、当店30分飲み放題1500円となっております。自動的に、延長されますね。30分経ったら次の30分といきますので、よろしくお願いします。はい、でその他にこちらマッスルドル10枚1000円で販売しております。こちらを使っていただいてお姫様だったとか、はい、いろいろなものできますので、ぜひよろしくお願いします。メニューが増えたらしいですよ。どれが一番増えたんだろう。どれが一番やっぱり人気なのが、今回は床丼と、はい、なんかお注射とハグをしていただきます。はい、そしたらちょっと放送禁止になってしまう可能性もあるんですけど。何ですか？マッスル抱っこっていうものがございます。ただ抱っこしてもらうだけじゃないんですよ。お客様にちょっとしがみついてもらって、まあ、マッスルがスクワットするってものなんですね。それはスクワットなんでしょうか。小刻みなスクワットみたいな感じですかね。すぐそこ長野新橋だしね。駅弁食べたくなってきちゃった。ドリンクを待つ。かわいい、かわいい、かわいいじゃない。投資の調和。あー、すごい。ありがとうございます。ちょっとお兄さんもちょっとちょうだい。信じます。よいしょあ、おしぼりを。おしぼりです。あ、おしぼりお願いします。お願いします。ね、あの後まで靴で取らないお客様取扱説明書の方を記入お願いします。はい、お願いします。すいません、ハグはされますか。 Yes, no。マッスルたちの距離感、近め普通遠め、ちゃんとやってくれるんだ。お見送りリクエスト指名、イエスノー、ドリンクをお口に、あ、イエスノー、全部イエスです。じゃあ乾杯いきますか。はい、朝シャワーめっちゃね。はい、乾杯いきます。乾杯マッスル。あなたはなんかやっぱりこの抱っこやれば。まだ取っとく。それはじゃあまだ取っとくよ。私でもね、すべては床丼なんだよね、この店は。そうですね、床丼一番人気になってる。そうだよね。あれ、本当に床丼がいいと思う。まあ、でも床丼を やらせてあげれば。あ、それでもいいよ。え、うん、一回ね、一回他も見るからでもやっぱ人が違うからね、その私が選びましたのはマッスル T シャツ破り。これはもう皆さんに楽しんでいただこうと思いまして。マッスル T シャツ破りを。はい、あんまりそれでまだ全くわからない。大丈夫大丈夫ありがとうございました。本日はマッスルさんにご縁でありまして、本当にありがとうございました。はい、今回テレマスルがマッスル T シャツ破りいただきました。ありがとうございました。さあ、それでは全力でやっていただきました。テレマスの準備よろしいですか。かわいい。皆さんお待ちかね、チップタイムです。テンションがやばい。何が？なんか緊張します。じゃあ私がめくらせてよ。それはもう出るったら。いや、私の方見てくんだよ。入れるときになんで私の方見てくんだよ。チャック下ろしますか。チャック下ろしますかって下ろしてください。イエーイ。あじゃあやめなさい。ありがとうございます。あ、これ足りないの。これもない。こっちもある。あ、こっちも。パンツがかわいい。パンツがかわいい。おはようございます。はい、よっしゃ。非常に非常に楽しいです。
T シャツ着れたね。みんな T シャツ着れたね。みんなね。くれた瞬間ゆうきさんがくれるんやみたいな。くれるんや思って。これゆうきさんターバンみたいにちょっと前に見てほしい。どうやってやるんだっけ。あの髪の毛崩れるんでやめてもらっていいですか。マッスル勇気でございます。勇気マッスルです。ありがとうございます。これお家のカーテンにします。それかこういう風にやってアリアナグランデしようよ。アリアナグランデここにいてるね。あんまりあなた、あなた触らないで。お注射マッスルで、メッシュのカレー最初になんか一緒にいてくれた。そう、彼、お注射マッスル、私のお注射しなさい。はい、ありがとうございます。テーブルのお客様マッスルに勇気マッスルご指名でマッスルお注射をいただきました。ありがとうございます。さあ、それで勇気マッスルにお注射してもらいます。じゃあ、私がやります。よろしいでしょうか。勇気マッスルだよ。それではご準備よろしいでしょうか。お願いします。 OK、 それでは行きます。この生でレッツゴー。さあ、まずはユーキマッスルのパスをキスケ。はい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 、中に出して。はい、ナイスパスでユーキマッスルになりますが、お注射でした。ありがとうございます。じゃあ15マッスルドルの方をパンツの中に入れていただきます。ちょっと待って、私の勇気マッスルだから。ナイスマッスル。そこまでやっていいとかないのよ。友達じゃない。ありがとうございます。もう満足です。あのタツヤの顔ひどかったね。ひどかったよ。何がひどかった。なんだろう、気持ちよさそうに通り越して気持ちが悪かった。じゃあ、マッスルユカともしてもらいましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、不服なんの。ここに入れてほしいです。ここに入れてほしいです。では、見て皆さん、もっこりしてる。こっちにある。あ、こっちにない。こっちにない。新しい撮影2回目。すげえ、パンツの中だ。真顔でもやめとくない。ここまでできた。かわいい、この反応がかわいいね。マッスルータでも入りました。私は今日は筋肉酒場マッスルスナックに来ております。本日は株式会社クイーンの提供でお送りしております。なんか脳内まで犯されてました。もう楽しなって。最後抱っこして、抱っこお願いしましょう。はい、よろしくお願いします。おいくつなんですか。30。あ、見えない。あ、かわいい。抱っこマッスル、かしこまりました。じゃあちょっと今入れていただいてもよろしいでしょうか。いや、あっちは10月。おー、すごい。ちょっと待って。これ大丈夫ですか。カメラ的に、あ、ごめんなさい。
これは…すいません、めっちゃ刺さってます。ありがとうございます。豚こま寿司します。仕上がりがすごい。切れてるよ、切れてる、切れてる。はい、本日はたくさんのご来店ありがとうございます。イルミマッスルがお客様数に、マッスルダックをご指名いただきました。ありがとうございます。はい、順番でいきますと、このナンバーでさんか大盛り上がりでございました。本日はいや本当にあのマッスルスナックさんのご好意がすごくすごく感じられた。今日は一日で、あのいろんなマッスルに会えたのも楽しかったと思うし、誰推しでしたか？誰でもいい。あ、私はカメラ NG の子が一番かっこよかった。あの子綺麗な顔してましたね。あのカメラ NG の子がいて、ちょっと遠目で、あの私目が悪いので今日は目合ったわと思ってちょっと気まずくてそらしたんだけど、多分向こうは合ってないです。多分私が目悪くて合ったわと思っただけです。、はい、新しいメニューも今回体験して、やっぱ暫定床丼1位は変わりました。
私が改めてやったのはお注射なっこ床ドンをやらせていただきまして、あーでもやっぱ床ドンかな。お注射も良かった。お注射良かったよね。お注射何がいいって、ここにビーチクがあるから。でお注射は多分自らこうがっつり行った方が楽しめるかもね。嵐前回やらせてもらったけど、嵐はちょっとなんかこういやーってなってるとあんまりかもしれない、ね、あれね、実際はここ辺にいるじゃん、でここ辺あるじゃん、だから絶対こういう風に来てくれるから、こういう風に絶対やった方がいい。あ、そうですか。達也は何されるにしてもずっとちゃんと自分で、ね、手回してたんだけど、そうなの、床段にしても嵐さん、最後のさ、ショー終わってさ、なんかこうみんなハグしてくれるじゃない。あの時も嵐が一番気になってたのは黒 T シャツとかの人、なんでつかないかなとか思いながら、いや私のファンでか、あれ自分のファンでか、ね、ああ、でも楽しかったです、はい、ちょっと私はプライベートで来てあのカメラ NG なことを楽しみたいと思います。改めて言います、プライベートで絶対来ます、うん、なんだったらもうこの後お友達呼んで行きたいんだ。わかる、土平日で来てもあんなにいっぱいマッスルの人行ってくれるし、ね、飲み放題行ってとかお酒好きな子だったらさらにこう盛り上がるよね、うん、じゃあもう収めて後したらちょっと遊びに行ってくるからねではね、あの概要欄の方にですね、うん、マッスルスナックさんの詳細貼ってありますので、皆さんぜひぜひ絶対行ってほしいです。楽しいです。女の子同士で今日もいっぱい来てたから、そういろんな年齢層の方もいらっしゃるんですよね、うん、すごい超行ってほしいな、ね、ゲイの方ももちろん行ってほしいな、ゲイの方は本当に楽しかったなって思うので、うん、本当にぜひ行ってみてほしいなと思います。ではさようなら、もう一回行ってきます。ごめんなさいねありがとうございました。あ、まあ、キャン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 と楽しんでましたね。わーわーわーとね、これはもうあんたのための動画だもん。でも楽しかったでしょ。だからあれさ、見る側として楽しかったね。でカメラに映っちゃいけないっていう子が言っちゃいけた。そうか。なのに指原が邪魔してきよった。今カメラ撮らんでもいいのにと思ったのに。やっぱり一番最初のやっぱりその床ドン、うんうん、もう楽しかったし、2回目行った時の男たちのあのいいですね、ドラ付き会社の、もう良かったですよ。なんか良かったな、この仕事してて。あんたの場合は多分仕事してなくても言ってると思うけど。なっ第2位、まあ、後につながる思い出っていうのも含めてですね、はい、尊敬するマツコ様に命がけで大好物の〇〇を渡したいということで、森寮に出かけたやつでございます。いやだから私たちの大奮闘を見ていただきたいですね。見ていただきたいです。なので皆さんぜひこちらご覧ください。今年のその目標で何て言ってましたっけ。マツコさんにお会いしたい。マツコさんですけど、ノリを撮ってもらいたいな。どういう目標なのかがもう分かんないけど、マツコさん応援してます。本当にちょっと知らないんで。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。セカンドストリートゆうきです。お願いします。ゆうきたいこまさん、ありがとうございます。お願いします。ゆうきです。お願いします。あ、すいません。今年、はい、そのなんかいろいろやりたいことみたいのがあって、それをなんか達成していきたいみたいなことで、なんか企画を立てていければなと思ってて、なんか今年やりたいこと、達成したいことみたいなのもう一回聞かせてもらってもいいですか。なんかやりたいことというか、まあ、向上していければいいなっていうか、まず一番にあって、その中でじゃあどうしたら向上していくというか、まあ、こう目立って、なんか目立ってこう、これができたらこれに向けて頑張ろうがないと向上できないなっていう話になって、まあ、僕らお姉としてやらせてもらってるんで、まあ、なんかいつか最終的にやっぱお姉のボスといえばマツコさんって感じなので、なんかそのマツコさんにお会いできればいいなっていうので、向上心の目標値としてマツコさんになりたいっていうのを掲げたって感じです。マツコさんにお会いしたことはないんですか。ないですね。もう私は見させてもらってるだけなんで。大丈夫ですか。以上。聞きたいこと聞き。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。独特な雰囲気に私も今もう飲み込まれそうになって。
わかる。なんか私も警戒してるもん。私今カウンセリング中かなと思って。朝っぱらから呼び出されて、しかも急に回されるっていう。本当よ。おはようございます。おはようございます。ほら私勘繰り始めるよ。もうおはようございますのあと何も言わなくなるから怖いよね。これ朝って強いんですか？朝あでも僕は結構平気で寝なければ寝てないんですか？寝てないです。僕は寝ました。4時間ぐらい。1時間ぐらいしか寝てない。すごい。何連れて帰るわけ？怖いんだけど。あとどれぐらいかかるかにもよるよね。確かに。あとはもう1時間とか2時間かかるんで寝ますよ1回。なあそこはちょっと寝かす。もうここリクライニングにして寝かしていただきますけど。ゆき多分これ多分お酒飲み始めるから。飲みますよ普通に。ストロングガバ飲み。これディズニーランドだよね。マジで？ね、ディズニーランド貸し切ってみたみたいな企画ですか？ディズニーランド貸し切ってみたところがいいな。ディズニーランドじゃない？ほら、遊園…ほら、臨海でしたね。あの、あれ、カタツムリじゃないわ。なんだっけ、あの観覧車は何の観覧車？え、でもディズニーって観覧車ないよね。あれは何の観覧車？あ、港未来じゃない、横浜だ。違う、違うわよ。関西臨海公園。結構でかい。関西臨海公園だよ、ほら。すっごい、私もう席変わりたい、この真ん中。二つから、うるせえ。関西臨海、だからこの先が前浜とかでしょ。関西臨海公園行ったことないな。観覧車あるんや。遊園地ってこと？関西臨海公園ってさ、ポケモン GO はやまはまってた時によくさ、捕まえに行ってたわ、それ。え、何？なんか鉄が多いの？過ぎちゃった、東京ディズニー。ほら。ほら、なんか工業系よ。なんか工事現場行くんじゃない？工場地帯でなんか、作業手伝う。あれじゃない？私らちょっとあの軍隊とかが加入される体験軍隊みたいな。カイジみたいにさ。でも私さ軍隊とか入ったらあみんなでさお風呂入るでしょ。いやあんただけ別よ。いろいろ問題起こしそうだから。なんでよ。それやましい気持ちで言ったらもう怒られるわよ。なんだやましくないわよ。なんだお風呂しか行ってないから。市川市というところに入りましたね今。ああなんだ市川市。どこ行ってるんですか？およそ2キロメートル目的地周辺です。目的地周辺です。周辺ってなんで周辺だ。2キロえもうすぐじゃん。まもなくガチで工場着きます。どこら辺に着くと思います？いやもう見てこの工場わかんないよね。倉庫だらけ。ステンレス。スタンレス。ここら辺なんか工場しかないからなんか工場で作業するってことやっぱトラックのさ、運転手のお手伝いとかじゃないの？運搬。昔やってたわよ、冷凍倉庫会社で。確かに。私はその過去をさ、探られたんじゃない？そういうこと。だからちょっと、もう一度言っとくけど、超きついからね。いや、やばいよ。でも奥とかはさ、なんもないよ。あっち、何があんの？ほら、一気に向こう側建物ないじゃない。あっち何？海？なんだ今年の、はい、その目標で言ってたじゃないですか。うんうん、なんて言ってましたっけ。マツコさんにお会いしたいですか。マツコさんにお会いしたいですよね。はい。会える。え、地元じゃん。千葉だよね、マツコさん。うん、千葉なんだ。実家に行く。実家。マツコさん、クソ迷惑。ご実家。クソ迷惑やん。ちょっと今回、その、はい、マツコさんに会いたいっていう願いがあると思うんですけど、それをちょっと叶えられるような企画を何考えましたので、はい、ピーナッツ狩りみたいな。千葉で有名な落花生。千葉で何ができるの？千葉落花生。やっぱマツコさんのなんかその聖地を巡るみたいな感じ。あー、聖地巡礼。なんかそれ申し訳なくない？あ、いやすごい。マツコデラックスの起源を知る。え、海だよ。海だわ。海ですよ。海だね。なに？私泳げないよ。眩しい。うわ、眩しい。
うわ、眩しい、直射日光。船？船あるよ、船。船乗るの？シップ？何ここ？何？かき狩り？わかんない、こっちだと海、こっちだと工場。いろいろ考えられますよ。何？私さ、今すっごい綺麗に映ってると思うんだよね。日差しとね。そう、今それのことしか考えてなかった。あ、じゃあ今のこのシーン全部この人にモザイク入れてください。モザイクじゃ隠しきれない私の輝き。でもモザイクとかじゃないもんね、黒黒の。え、なんだろう、朝早えよ。なんか、なんか、この時間も関係してんの？やっぱり量、量。なんなんだろう、この辺り。止まった、止まった、止まった、止まった。ほう、ほう、ほう。え、怖い、怖い、怖い。怖い。何、怖いんだけど。実は、はい。あ、もう言ってくれるの？マツコさんが、はい。海苔が好きらしいんですよ。海苔が好きなんだ、はい、初耳、はい、で今回そのせっかくなので、そのせっかく今ちょうど江戸前海苔が旬なんですね。へー、はい、江戸前海苔ってお寿司とかにも使えるんですよね。高級海苔なんですよ。へー、でせっかくなんであのお二人にマツコさんの好きな海苔を取ってもらいたいなと思って。何それ、え、何、じゃあ達也たち今から海苔を海苔を取りに行くってことですか？え、え、どうやって取るんですか？料理さんにお願いしてるので。料理、すげえ。海苔漁の方にってことですか？急にロケ感がするな、うん、ね、すごい。今まで味わったことのない。したら着替えますか？はい、着替えますか。はい、はい、ということでですね、言われるがまま、ちょっとトラック空気読んで。はい、言われるがまま、お着替えを完成いたしました。レインコートとね、そこで中見えないんですけど、中にね、イカゲームのね、服になってるんですね。ジャージを着させていただきます。そうなんです。で今、今回着てるのはですね、市川漁港に来ております。さっき死にました。まだね、朝日がね、うわ緊張する。これ船とか何年ぶりに乗るんだろう。船乗るってことですよね。そうですね。え、着替えましたよ。よし、じゃあ、はい、もう早速行きましょうか。はい、もう行きましょう。あの奥の方ですね。はい、はい、どっから降りるんですか？そっから降りる。あ、これ階段になってんだ。キュー、ちょっと怖いかも。これこのまま歩いて落ちるとかはない。いやー、ちょっと怖いかも。ガチじゃん、ガチ。見て、これですね。はい、漁師の方がいらっしゃいます。あれ、これ、これですか？もう一個こっち。うわ、すごい、ノリがもう。こっから乗っていけばいいってことですか？すごいよ。うわやだ、怖い。ちょっとよろしくお願いします。やだ、バイバイ。お願いします。怖いんだが、これいけるかな。ちょっと待って、開いてる、開いてる。うわ、すげえ。うるせえ、うるせえ。すごい、ノリが。あ、私受け止めて。おはようございます。開いてる、開いてる、開いてる。危ない、危ない。あなたまたげないからくぐるしかないよね。一回これ持とうか。またげる、またげる。え、怖いか。無理でしょ、くぐった方がいいよ。漁師さんの自己紹介してくださいよ。そうですね、ちょっとよろしくお願いします。セカンドストリートの達也と申します。ゆきでございます。お世話になります、今日は。すごい、海苔がもういっぱいなの見て。何さんでしょうか、お名前は。秋元船長でございます。はい。怖い今の。じゃあ
よろしくお願いします。清張の微笑みが怖かった今。濡れてもいいんだよね。え、ちょっと怖いかもしれないかも。私が濡れるの、話も、ちなみに、清張さん足元にまだこんな感じなんだけどね。もう出発します。出発した、すごいすごいすごい。なんか何もよくわかんないから、二人が何をすればいいか。怖い怖い怖い。結構どこまで出るんだろう。でも綺麗よ、皆さん、この日の出が綺麗ですね。夕日と夕日、夕日じゃないわ、朝日。日の出です、朝日です。行ってきます。うわ。さあ、秋元船長のもと、私たちは見てください、出ていきますよ。あ、これさ、ノリで結構ちょっと滑りますね。滑るよね。てか、ノリ漁ってどうやってやるんですか。それは後で教えてくださるでしょう。おお。あ、すごい、あちらにもすごいんだけど。ライバルだ、ライバル戦だ。私らの方が勝ち取るわよ。私らが取ってみせるんだからね。すごいすごい、超綺麗。こっち結構奥まで行きますか。うわ、言われるがまま、うちは船乗ってるけどさ、やばくない。この状況何。超ロケ、超ロケじゃん。やべえ、気持ちいい。でも、うん、あ、すごい、スーパーソニック。うわ、達也、おしゃれおしゃれ、気持ちいい。あ、寒い寒い寒い。達也なんか慣れてる男みたいな音が聞こえる。潮風が鳥も飛んでおりますよ。でも超綺麗、見て。私で、もう奥、私からの目線です、皆さん、こちら。はい、踊りました。いや、綺麗、気持ちいい。でも今のところは普通に超上がる。カメラ回ってるからね、撮影してよ。回ってる回ってる。なんかこういうのなかなかできないじゃん。これを回ったらロリーラー。うん、多分ね。携帯機械しまして。あ、あそこら辺じゃない？あ、ほんとだね、なんかあるね。すごいすごい。え、これ船から降りるのかな。なんかそういうあれのここに降りて。そういうこと。確かにこれに入れて持ってくるってことかな。ってこと。楽しみ。ワクワクドキドキ、ワクワクドキドキ、君の愛は必須。お、ここら辺だ。なのかわからん、勝手に。でもスピードがちょっと落ちた。おお、すげえ。え、ここ。いや、すごい、追っ張ってるわ。追っ立ってる追っ立ってる、いろいろ。え、すごい、これなんだ、すごい。どうやって撮るのかしら。船乗り場見に、え、頭下？これより頭下だって。膨らんだ、なんか。え、なんか出ていってる、すごい。なんか動いてるよ。
すごい、鳥が出てきてる、鳥が出てきてる、鳥が出てきてる、いやー、いやー、いやー、ジュペラー閉まるって、いやー、これは、いやー、待って、こういうこと、こういうことなの、嘘でしょ、ちょっと嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、こういうことなの、ちょっと嘘でしょ、嘘じゃん、ちょっと待って、嘘じゃん、こういうことなの、ちょっと待って、化粧してきてるけど、ちょっと待って、助けて、助けて、背中冷たい、ちょっと待って、どういうこと、店長聞いてないこれ、ちょっと待って、こういうこと、全然聞いてない、うっそ、こんななるんだ、なにこれ、もう聞いてないんだけど、聞いてない、手でやるもんだと思ってた、これはやべえ、ハハハハハハ、指原が一番待って、さっき私インスタ撮ってたんだけど、確かに私インスタ撮ってたよ、さっきまでインスタ撮ってたんだよ、達也化粧してんだけど、もうやばすげえ、何これ、ちょっとさあ、ちょっとあさってダメだ、ちょっと見えない、もう一回来るの、待って、ちょっとマスク取っていい、これもう一回来るってこと、やばい、やばい、目がしみる、なにこのアトラクション、初体験すぎなんだけど、待って、ウケる、マツコさん頑張ってます、うちらマジで死ぬ、笑った、マツコさんのために、いやー、いやー、マツコさんのために、あれだ、あれだ、車のさ、車の、やばい、洗車体験だ、いやーやばい、いやー、ちょっと目にしみる、はい、ちょっと待、やばい、うわー、やめて、目にしみる、なんだこれ、すげー、ちょっと待って、ちょっと待って、よう分かったの、どういうことだ、ちょっと待って、足が痛い、足が壊れそう、やべ、びっしょびっしょ、指原さん、仕事なんだけど、あれだ、仕事だ、やばくない、どうなってんの、一回帰って着替えたいよね、ちょっと磯臭いから、乗り、すごい乗り量、これが乗り量だ、やばい、もう一回来る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 、待って、タオルとか持ってきてないよ、私、私もよ、何、手でさ、こうやってどうやってするのかなと思ったらさ、乗り量ってこうやってやるの、乗り量すごいね、大変、もう一回行くって、もう一回、あー、みんな、カラさん、これ食べれるから食べたい、食べてみるよ、いやー、これ食べちゃった、これ食べちゃった、美味しい、美味しい、お塩の味がして、いやー、目が赤、やばい、待って、飛んでくる、そういうことね、洗車だ、洗車と一緒だ、やばい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 、すごい、これ取れてるかわかんない、また乗りが、あー、これやばい、口を上げると入ってくる、何これ、口の中に塩が、あー、やばい、やべ、うわー、うわー、うわー、やべー、やばい、マ
帰りたいよね。もうさ、ジャンパー脱ぐとかのさ、時間もないしな。うん、いつの間にか頭下げてね。それだ、それだ。説明が。いや、店長分かってるね。ちょっと、ちょっと、聞いてないだから。私のこの綺麗な顔が、本当よ。メイクしてきた。うちらノリパック、なにこれ。いやー、飛んでくるわよ。足が痛い、撮ってるから足が痛い。これ来る様子じゃねえのよ、様子じゃねえのよ。やだ、もう店長男気がすごいんだから。お願いします。なんかあれよね、店長もこんな前でやってるわけじゃないもんね、いつもね。そう、後ろで、でも、いやー、そうよ。いやあ、いい加減でした。ちょっと時間経つの忘れる。いい加減でした。すげえ。なんか、あかん、ノリサがすごい、ノリサが、ノリが、ノリサがすごいのよ。なにこれ、理解できてない状況が。すごいわ。いやなんかもう、目が開けられてないじゃん。ちょっとずつ食べれるよね。どういう状況なのかがもうわかんないけど。よし。聞いてないだけど、あんたら投げつけてやろうよ、ノリ。会社行けません。これじゃあ今日出社できません。私、わ、でもすごいノリや。すごい、いっぱいノリの量が。会場に立つか、カメラもノリや。たまるまでですもんね、店長。よし、まだまだ行くよ。慣れたもんや、もう。もうわしらはもうノリ量のオカマや。もうさ、どうなったっていいよね。ここまで来たら、わしらはもうノリ量のオカマよ。ここから助かる方法はない。泳いで帰るしかないわよ、どうしても嫌ならね。みんなノリ買ってね。並べ、はい、縦横、あ、真ん中縦ね。さあ、二人もお手伝いします。来るよ、急いで来るよ。ノリのおかみ来るよ、急いで。よし、はい、はい、はい、よし、よし、お願いします。こっち行く、ここ行く、ここ、お願いします、ここ行く。
すごい。なんかこれすごいよ。もう大量。いや超大量。これで終わりですって。これで終わり。はい。はい。よろしくお願いします。すごい撮って。すごい。先ほど店長、ラストよろしくお願いします。お願いします。ほら。これどうだ。ちょっとこれ一番きついじゃない？やばい！これ先何分？いや、そんなことないよ。もうされるがまま。どうでしたか？いや、あの本当にあの店長が急に「はいしゃがんで」って言われてこうなるとは何が起きたのか最初全然分かんなかったんだけど、いまだによく分かってない。こうなることは知っていたんですか？私たちはそんなになるとは思ってなかったですけどね。あのちょっと想像を絶してます。絶対かい。ああ想像を超えまくり。でもこれ今日うちらが撮ってきたんで、はい、一緒に正直自慢です。この量これが誰かの口に届くという。そうね、確かにマツコさんが食ってくれ食べてくれるか可能性もあるというね。ニュースラボの店は一発だろ、一発の。お願いします。はい、はい、重ねる、はい、重なったかな。横にして工場、次工場ですよね。感想が、こんにちは。こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。海苔を下ろすとこ手伝いますか？あ、手伝いましょう。これ下ろすの手伝います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ここまでだ。ここ
二人でやらないといけないですね。これ二人でやらないと最初。鮮度が落ちないんですね。海水らしい。そこまでが大変なんだよね。これ入れちゃっていいですか？はい、ここ、マシンがある。これで終わり。一旦終わり。はい。外れちゃうので。なるほど。ここはどこに行くんだろう、森が。だんだん進んで。すごい。なんかさ、お母さんがなんか行くって言ってるのに私たちさ、全部あっち行ってる。え、嬉しい。何？何？サプライズ。どうぞ。いいんですか？素敵な朝食。やった。いいんですか？いいんです。嬉しい。何を？なんか適量味噌汁の中にバラバラって巻いて入れてもらって、はあ、はい、食べると美味しいです。すいません、なんかいただきます。これをパラパラ入れるっていう。これをね、これをこうだから何枚かでしょ。これぐらい。嬉しい。でもちょっとこんないっぱいなんか贅沢にちょっとこれぐらい。私は私はね。じゃあ私このまま行っていいかな。確かに1枚このまま食べたいね。うん。香りすごい。ごめんなさい、今上顎にめっちゃへばりつきました。ごめんなさい、ここにへばりついちゃって。いや、これだけで全然いけるわ。顔祈りつけながら加工なしってことですよね。これは加工一応焼いてもらってる。え、素焼きってことですか？そうです、味はなし。味なしですね。味なしです。めっちゃうまい。こういうさ、海苔食べてるからお肌が綺麗ってことよね。綺麗だよ、パンも。でも、これ食べたらやっぱ市販の海苔食べれなくなりましたね。ちょっと、いただきます。海苔嫌いな人ってあんまりいないですよね。いないですよね。ほんで、これちょっと溶かして。おいしい。やだ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 。私はもうこれ食ったらもう帰りたくなっちゃうかもしれない。めちゃめちゃうまい。いただきます。そしたら海苔あれで一等でこっそり回って帰る。でもさ、磯の匂いがすごいわ。全然やる。うまっ。まんまで塩気があるから。ダメだこりゃ。くそうまっ。言葉が汚くてすいません。これ朝こんなん食ったらさ、給食食えねっつーの。ダメだ。給食これまずいって言うわよ。本当。給食にたまに海苔出てくるもんね。朝これ食べて給食に海苔出てくるとその海苔は手つけれないよね。ふざけんなよ。じゃあほら、これは？あ、それはあとおばあちゃん特製の、あの作ったやつ。え、海苔の。海苔の。うわ、絶対おいしい。
じゃもうあれちょっと普通の海苔でご飯を取り出す。そうだよね、そうだよね、そうだよね、はい、パリパリだからくるめないかもしれない。あ、もうパリって割れちゃう。うん、パリって割れちゃう。あ、本当だ、ここでもう焼いたからね。いただきます。うわ、いい音いい顔してるわよ。うん、最高。顔に乗りつけてあなたの方がついてるわよすごい、でも全然いらないあの味付けが。いただきます。子供なんかもすごい食べます。海苔バクバク食べる。うん、おやつ、そう、おやつが贅沢な子供海苔の味が濃いのね。だから本当に市販のやつと香りも口に入れた時の風味とか全然違う。ちょっとじゃ あのお母さんもね、お母さん特典の海苔の作る、うん、それ食べたお前ね、うるさいよあのね、ご飯ですよとかの海苔の佃煮とかのそういうの全然違う、次元が違う、全然違う。はあこれやばいよ。これはダメだわ。あとね、海苔のね、この弾力がすごいのよね。今遠足とかさ、あんたがさ、子供とかこれで何、あのおにぎりとかなの。そうそう、やだー、肉体らしい子供海苔巻きね、海苔食べ放題だから。いやー、これは素晴らしい特権よね。うまこれ。パスタも美味しい。うん、な、絶対美味しい、うん、うちだとチャーハンとかパスタにも全部入れてるね。もらってくれません、僕のことをうまいよ。ありがとうございます。お世話にもなったのに、はい、え、なにこれ、すごい大量な鶏が入ってる。これ最高に美味しい。ありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。いやーこんなものまでいただいてやめたね。もう皆様いい方ばっかりで、もう一番最初何をなんかやらされるというか、あのパチ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 ね、父さん何も言わないからさ。そうだね、父さんしゃがんで、しゃがんでって言った瞬間もうパチ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 でしたから。じゃあ行きましょうか。え、帰るんですよね。それをマツコさんのところに、え、私に行きましょう。マジですか。マツコさんにのために今日この海苔を取ったんですよね。会うってことですか。今から行きましょう。え、違うと思う。絶対絶対違うです。そんな会えるわけないですよね。行きましょう。どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。怖い、急に。あたしはこんな姿で行きましょう。待って、急に怖いんだけど。で、その
マツコさんのために取った海苔、はい、実はマツコさんこの近くにいるんですよ。え、絶対嘘だって。文字に夢中だ。マツコさん応援してます。世界のストリートっていう YouTube やってるんですけど。やばい。ちょっと今撮影はできなかったんですけど、どうなったかちょっといい、ね、状況説明してもらっていいですか。ちゃんとロケっぽいというか、すごい構成が組まれてて、ちょっと YouTube っぽくなかったよね、友達になるもんね、うん、ちょっとテレビっぽかったね。そう、だからすごい楽しくて、テレビいいなって。あ、テレビの業界行きたいなって。うん、だからちょっとテレビ業界の方、ぜひあのバラエティーのお座りということでですね、まあ体は全然腫れるのでよろしくお願いしますって感じなんですけど、知らなかったもんね、なんか塗り業行きますって。あ、そう、あれ、これは私らはドッキリというか、うん、聞かされてなくて、もう早朝の私とかがもう4時ぐらいに起きたのかな、うん、どうだったですか、楽しんでいただきました、私らの体の張り、頑張ってますか、頑張ってました、びしょ濡れになり、はい、のりだらけになり、のりだらけになりという感じでございました。続いて達也さんの第2位、達也さん、個人的に本当にもうこの動画が好きなんです。っていうか、この人たちが本当に大好きなんですね。第2位は、美しすぎるイケメン日韓ボーイズカップルが尊すぎる、タイくんノアくんの動画でございました。年末はですね、この美しい2人を見て、2人のその関係性でね、心を洗われてください。はい、どうぞご覧ください。タイはこういう感じだね。電子とかすっごい燃えるんですけど、私ビール大好きなんですよ。すっごい燃えるんですけど、ブロックされたんで、え、自分がブロックしたの。あのモデルの仕事があって、ちょっとね、また韓国行ってまた再会したんですけど、そうそうそう。一言だけ言わせてもらっていいですか。お前誰だよ。すごい、この国。セカのストリートです。どうぞご覧ください。本日はあの日韓大物カップルの大輝くんのあくんと仲良く撮りたい。ということで、ここ今皆さん、あのおとぎの国に来ているので、こことここ世界が違います。それをあのご了承の上見ていただきたいなと思います。お願いします。やばい、すっごい気持ちのこもった挨拶ありがとうございます。大輝です。ノアです。日韓カップルのカップルです。はい、そうです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、よくセカンドストリートに出てくださって。いや、ほんとだよね。あの皆様ね、多分知っている人の方が多いと思うんですけども、コメントでもあったんですよ、なんかコラボしてほしいですけど、それ多いしと思って、ずっとなんかご連絡できなかったんですけど、ちょっとマネージャーが勇気を振り絞ってね、やってくださったおかげで叶いました。ありがとうございます。ございます、呼んでいただいて。ということで、2人はカップルなんですもんね。そうです。でも最近7年ぐらい、うん、そう、動画ね、上がってらっしゃる。そう、9月9日になるね。なんかそう、お祝いとかしたんですか。ね、毎年旅行行ってて、今回はどこに。今回は淡路島。あら、地元です。あ、そう、あの、淡路島ではないですけど、明石なので。うーん、地元って言ったんじゃん。橋渡りゃすぐ地元よ。お祝いをして。して、そうですね。え、二人って何歳なんですか。僕35ですね。35で、自分が32。32で、二人の身長差が2センチぐらいしか変わらないんですよ。この全部調べてきましたよ。もう全部調べてきましたからね。もう出会いのきっかけとかも全部してますけども、でもそれをちゃんと改めて今日は聞いていきたいなと思いますけど、ね、うん、7年って結構では忘れてた。あの、食べ物があるんですよ。うん、韓国料理はあのね、ちょっと軽食で、あのチラシなので、あのモデルさんだからね、お食事気を使っているかなと思ったんですけども、揚げ物で揃えてみました。大好きです。うん、あのね、食べてください。いただきます。食べたい時に食べて、食べてください、ね、じゃあどこで出会ったかっていうのを全部知ってるんですけど、まあ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 、ちょっとね、聞きたいなと思うんですけど、出会いのきっかけは。きっかけは友達の紹介ですね。あ、いいですね。韓国で。あ、韓国で。うん、そうで、じゃあ韓国にノア君が住んでる。そう、自分は韓国で、大輝が仕事で韓国に来てたんですよ。モデルの仕事かなんかで。そうで、で、その時に友達に紹介してもらって、うん、でも最初はこういう感じじゃなかったけどね。うん、最初会った時に、普通に仲良くは喋ったりとかして。
然喋れない。そうで自分は日本語ができなかったし、うん、で大輝はちょっと英語でちょっとだけ話す感じだったけど、まあ二人とも興味があまりなくて、なんかいいな。へえー。そっから何回かこう遊んで、何行ったんですよね。冷麺です。あ、冷麺なんだ。でもすごい、すごいね。あんたの口側から切りたくないの。え、ラーメン屋行ったじゃん。ラーメン屋だ。ラーメンだった最初。そう、最初ラーメン屋だった。え、コーヒーたちより新店ってどういうことですか。それ付き合う前。そう、付き合う前ね。でそこで多分あの二度目ましてかなんかで、共通の友人がなんで達也が喋ってんの。そうだ、私はこっちから聞いたらあんたの口から聞きたくないのよ。そうだよね。ラーメン屋行ってそこでなんか仲良くなったんですか。まあなんかたまたまったよね、ラーメン屋さん。たまたまいると思わなくて、友達が呼んでたのかな、ノアをね。まあ多分ノアからすると自分も呼ばれてたのかみたいな感じになって再会して、でそこからちょこ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 会うようになって。なるほど。それはじゃあ結構大輝くんも結構長い間韓国にいたんですか、仕事も。1ヶ月以上いたかな。1ヶ月半の中で最初出会って、うん、でラーメン屋さんでばったり会ったりとか冷麺とかで食べたりとかして、うん、で徐々に仲良くなって、うん、で多分少しずつ意識し始めてお互い。へえ。その時はもう連絡先とか交換したんですか。そう、 LINE の自分ダウンロードして、うん、その時日本語ができないから、うん、その通訳、うん、勝手になんか通訳してくれるやつ。はいはいはい、ありますね。それで一緒にグループに入れちゃえばやり取りしてて。へえ。それは出会ってどれぐらいでしたんですか。何回目。でもすぐね、きっとそれの方がコミュニケーション早かったから。その LINE を交換した時にはもう若干お互いは気になってたんですか。多分でも気になってたと思いますね。すっごい理想的な出会い方。けどね、ブロックされちゃって。え自分がブロックしちゃったの。ちょっとそれらしく詳しく聞きたいですね。なんで。いや、なんか自分は韓国に住んでるし、うん、まあ、日本で住むことは考えたこともなかったから、うん、で、この人はどうせ日本に戻らなきゃいけない人、うん、なのに、どんどん好きになるからこれはダメだと思って、トップかけたんだ。そう、ブロックしちゃったの。で、それでもっと気になっちゃった。ブロックされたらさ、なんでブロックされたんだろうと思うし、エンジンかかっちゃって、ちょっと。ね、ちょっとすっごい燃えるんですけど、私ビール大好きなんですよ。すっごい燃える。お前ら全員今からブロックするからな。それは、そのブロックしてから解除してまた連絡取るまでは。いや、そのブロックした夜に、うん、またたまたま出会っちゃったんだ。気まずくて気まずくて。なんかいるじゃんと思って。どうしよう。でも別に嫌いで別にブロックしてるわけじゃないから。ただ気まずかった、ね。うん。ブロックしちゃったしみたいな。でブロックされたし。されてベトナムフードかなんかでね。ね、バーだった。そう。でカウンターの端と端に座って。見るようにして。その時は喋ったりとかしない。しなかったよね。あのお店では喋ってない、ね。うん、最初どういう気持ちだったんですか。まだそのブロックした気持ちを知る前は。いや、すごいやっぱモヤモヤしてて、で自分はいい感じになってると思ってた頃、あ、何がいけなかったんだろうみたいな。でもブロックされた身なので、なんか、まあ、しょうがないなみたいな、なかったなみたいな、でそっからどうなんですか。そこから多分酒が、酒の力でどん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 、まあ、間に友達とかもいたんで、うん、お互いので飲んで飲んで飲んでみたいに2、3軒目行ってたら、いつの間にかマッコリで、どっちがそのマッコリ、そうそう、どっちが強いか対決しやすいみたいな。マッコリ超苦手で、もう酔っ払っちゃって、そしたら止められないよね。自分からも、もダメだ、これはってなって、大丈夫、ブロック解除して、ごめんね、ブロックして、また再開ね。面白い。いいなぁ。で、あれですよ。あ、ごめんなさい。全部言っちゃうとこでした。よし、聞くの帰る日の話かな。あ、そう。すごい。すごい、本当に。全然お話しない。あ、日本に帰る時の話になるんですよ。なんかでも帰らなければならないですもんね。うん、そう。帰っちゃうからっていうので、お酒みんなでなんか飲んだみたいな。そう、みんなと遊んでたけど、うん、最後は2人しか残ってなくて、そこからずっとお酒強いんだな。そう、遊んでた、うん、遊んでて、でも空港に行くからじゃあ私一緒に行ってあげるねって見送ってあげたねって、そう、見送ってあげるって言ってたんだけど、もう飲みすぎてて、うん、起きれなくて自分、それで大気落ちに来たんだよね。そう、最後にやっぱり一目会いたいと思って、うん、
しかもでも前日に空港に行くって言っててくれたんですよ、うんうん、嬉しいよね、期待してるもんね、来るもんだと思ってたし、うん、一緒に空港に向かってくれると思ってたんで、うん、泊まってた家もノアの家近かったから、うんうん、じゃ最後に挨拶だけして帰ろうと思って、うんまあ、ピンポン押したらどこの男の子が出てきて、うん、あれみたいな、その時はだっていとこってこと知らないもん、知らないで、いとこの男の子も誰この日本人みたいな、そんな雰囲気になって、うん、じゃあノア呼ぶねで最後別れの挨拶をして、それで出てくるわけだ。そうそうで、やっぱりもうドアの前で、ちょっとやっぱ無理かも、ごめんねって言ってね、そのままバイバイをしてたんですよ。うん、だけど、まあ、この人はバス停に向かってて、で自分は横になったんだけど、まあこのままバイバイしちゃダメな気がすると思って。ここですよ皆さん。そうで、自分、まあ、パジャマとかで絶対外出かけたくなかった人なんですよね。うんでもう横になった瞬間にダメだと思って、そのままパジャマとスリッパでバス停に走って、うん、その時財布を持って、そう財布だけ持って財布だけ持ってバス停に走ったらまだ待ってって、ね、バスをそれは間に合ったっていう感じですか。そうで多分バスが遅れてたんだと思う。時間的には遅かったけど、なんだよ、そう最高じゃん、運転手さんありがとう。その時はでも、そのお互い意識はしてるけど付き合ってはないですもん、付き合ってはいないです。皆さんいいですか、1ヶ月半の中の話ですからね。でも1ヶ月半もなかった気がする。なかったんだ。多分待機が2週間ぐらい残ってる間の話だったよ、韓国、うんうん、あ、もう一気にガッツリだから2週間内の話って。へぇ、それでまた、じゃあ見送ってまた、ね、そう、見送ってまた多分待機がすぐ来たんだけど、2週間後、1ヶ月後だったんですよ。いや、2週間後ぐらい、2週間後か。あのモデルの仕事があって、ちょっとね、また韓国行って、また再会したんですよ。そうそうそう。すごい。その時にまた再会をして、うん、そうですね。して、まあ、遊んで、どうするって話してて、で、じゃあ、自分が日本に来るみたいなって。で、その話した1ヶ月後、うん、1ヶ月後全部韓国の仕事とか、家とか全部、整理して、日本に飛んできました。追いかけ、すごーい。これ私喋っていい、うん、大輝くんがもう2人で住む家を見つけたから。そうだった、私も忘れたという。ダメだよ、絶対忘れちゃダメだよ。大輝が家見つかったって言った瞬間に飛行機取って日本に飛んできました。そう、そうそうそう、すごいよね。で自分も当時はあの海外転々としてたんで、いろんななんかそのニューヨーク行ったりとかパリ行ったりとかしてて、自分の家が日本になかったんですよ当時は。友達の家にお世話になったり、なんかいろいろ日本でも転々としてて、で、まあ、付き合うことになったから、じゃあ家借りなきゃってなって、韓国から帰ってすぐ家契約して、すげえ、次の日ぐらいに来たんだよね、ノアが。そう、見つかったって言ったでしょ、次の日。そう、ドン・キホーテで買った布団しかなかった。最初はね、ノアが来た時。なんか何燃えるそもそもそのあの日本に来るタイミングはそれですけど、お付き合いしたタイミングはどこなんですか。それで付き合ったタイミングいつだろうってなっちゃったもんね。そう、多分付き合いましょうとか話してないっていうのはなくなかったから。あ、なるほどなるほど、付き合ってって。そう、でいつがいいかなって言ったけど、多分一番ね仲良くなった日が9月9日だったから。あ、それが記念日になってるんです。それを記念日にして。苦しい苦しいと。そうだから9月9日って言ったのに、その後になんか苦しい苦しい日なんだよ。あ、思ったんじゃないよ。苦しいもいろいろありますから、好きすぎて苦しいっていうのもあります。はい、あの2人とももともとほら海外で仕事をしてたりとかしてたから、そういう価値観もあったりとかしたっていうのを、うん、すごい。そう、でも付き合ってみたら全然、最初同じタイプの人間だと思って付き合ったんですけど、一緒に生活していくうちに、あれこの人なんか全然真逆だっていうのを、その記事も読みました。すごい。じゃあ最初は若干ちょっと思ってたんですよ。あれもあったんですか、モテることとか若干。ほんと週何回も喧嘩してて最初は。でもそれがあっての7年続くあれは何なんですか。やっぱりこうお互いちゃんと話し合って、うんうん、じゃあこっちはこっちで折れようっていうのがあったりとかってことですか。まあ付き合った口になんか理解するしかない、こういうところは理解するしかないなって諦めるというか、もう理解しちゃってやってるとこが多くなったよね、うんうんうん、そう、まあ諦めと理解と、うんうん、まあ、慣れと、あとは言いたいことちゃんと言う、ちゃんと言う。だから野田くんが結構はっきり言うタイプ。そう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 、何でも言っちゃって、ストレートに伝えて、で大輝くんは
あの喧嘩の仕方がちょっとわからないっていう。そうそうそう。最初に本当にそうで。一言だけ言わせてもらっていいですか。お前だ。すごい本当に。すごいしてるね。すごいね。喧嘩の仕方がわからないっていう話がありましたもんね。そうなんですよ。そういう。怒ったことはない人で、うん、多分今まで。今ではなんか言いたいこと言えるようになったりとかは。いやでも元々なんかね、あんまり言うタイプじゃないんですよ。うんうんうん、この中に入れちゃうタイプなんで、秘めるというか心に閉じ込めちゃうタイプなんで、それが溜まると爆発する一番ダメなパターン。なるほどね。一緒だ。私もそうなんですよね。日本語はどうやって、それはやっぱり大輝くんから教えてもらったっていう。日本語はこうやって喋りながらちょこちょこ覚えたって感じ。本とかで勉強したことなくて。本当にもう向こう行ってる時、あ、向こうにいる間は全くそこにいちゃうぐらい違うのよ。だって頭いいんだと思う、うん、だって韓国語以外にだっていろんななんかね、英語もできる。英語もどうやったっけ、ね、あとなんか、ね、ドイツ語だった。ドイツは住んでたから、ね、2年、だからもうね、クワナネリンガーみたいなやつなんか分かんない、それ分かんないけど、まあ、最初大輝が友達といっぱい紹介してくれてたけど、はいはい、うん、で、喋れないじゃないですか、自分の日本語が、うん、で、それがすごい悔しくて、でそれで覚えようとして、だから分からないことあったら全部聞くし、うん、それでちょこちょこ、ね、勉強して。大輝くんは韓国語はあまり喋れない。英語を喋って、うん、まあ、大輝も英語、うん、やってたんだけど、やっぱりね、ちゃんと気持ちの話とかできないから、うん、そういうところは最初はでもそういう友達もいて、英語と日本語ペラペラでしょ、うん、ああ、ねえ、真ん中で通訳してくれたり、うん、で通訳機使ったりで、よくコミュニケーション取ってたんだけど、それも嫌で、それで早く覚えるしかないと思って。伝わり方がちょっとね、変わりますもんね、やっぱ間に入ってもらって、ね、その状態でよし日本行こうって思えたのがすごいなって思う。でもやっぱ海外住みたかったから、韓国長く住んだし、新しいとこ経験したいと思ってる時によく、ね、タイミングよく行ってもらったから、ね、しかもね、3ヶ月に一度のビザはね今まで行動待ってることでした。すごいね。あ、そっか、ビザ必要なのか。そう、ビザが必要なんですよ。そうだ、外国なんだからね、うん、ビザは、まあ、あのノアの場合、モデルのビザで、うん、3ヶ月に1回更新しないといけないビザなので、うん、そもそも、自分たち今ね、独立して会社をしてるんですけど、うんうん、やられてますよね。前はノアのビザってどこかの会社に出してもらってたんですよ。なるほど。そうで、結局なんかその国際カップルってどこかの会社がビザを出してくれてるから日本で付き合えるわけじゃないですか。長く一緒にいられるけど、結局同性婚もないから、うん、その会社がもうビザあげないって言われたら日本に入れなくなっちゃう。そうですね。うん、そうと思ってお前先にリアクションしちゃった、ね、すごい。ちょっと抑えてやっと思って、でも本当に自分が出してあげるしかないと思って会社を立ち上げて、うん、それで、ね、ビザのことが一番大きかったか、うん、個人事務所を作るってなった時ね。すごいですよ。事務所の方々ももうスタイルいい人たちたくさんいらっしゃいましたから、ね、それ何の事務所なんですか。モデルとクリエイターの事務所です、うん、ブリエ。あ、オフィスブリエと、いいんですか宣伝して。もちろん。あ、そのモデルとクリエイターの事務所やってますので、もし興味ある方はぜひ応募してみてください。よろしくお願いします。もう両親とかは、両親とか親とかはもうそれゲイっていうことはあんま知ってる。大輝は自分が言ってたよね。全然カミングアウトしてノアも実家連れてって紹介して、うん、家族旅行したり、してますね。そうで、自分は言ってはないけど、まあ、もちろん知ってる。あ、でお姉ちゃん、そう、お姉ちゃんには言って、それも言おうとしたんじゃなくてバレちゃったんですよ。韓国になんかウェブニュースみたいになっちゃって、うん、じゃあずっと隠してはいたんだ。そう、言ってなかったんですよ今まで。確かに。でももうこのお二人でね、やっぱメディアとかにも出られるとか、なんかそうしようがないですよね。親に言ってはないけど、もうみんな知ってて、うん、あ、でもだから、まあ、その彼氏を連れてっても別に、まあ、同じベッドで寝るし、実家連れてたら韓国の最初はさすがにただの友達だと思ったんだろうけど、そうそう、どん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 きっと様子が違うぞってきっと、うんうん、まあ、2人でいたら指輪してるし、そうそう、あと自分の携帯、大輝の写真だから。でも親とかは、なんていうの、ゲイなのとか、男の子が好きなのとかってことを言葉にせず、もう普通に受け入れてくれてる。でも自分がいない時にはそういうの言ってるらしい。あ、なんか大輝とノアって普通の友達じゃないよねみたいな。でも、だとしても素敵なカップルとね、多分してみてくれてそうだよね、うんうん、
はい、ということで、なんか YouTube もやられているということで、あ、そうですね、はい、それはどういう YouTube を上げてるんですか？なんか、まあ自分たちの生活の一部というか、うん、旅行行った時の一面だったりとか、うん、あとは日常的なもの、日常的なものと、うん、あとはその見てくれる方々のお悩みだったりとか、うん、あと韓国の情報だったりとか、料理とかね、うん、まあなんか結構ゆるくやってます、ね、何でも撮ってます。だからね、結構字幕とかもね、ついたりとかしてますよね。あ、字幕も、ね、なんか自動でなんかついてきますよね。日本語と英語と韓国語、めっちゃいい。字幕もって中国語、あ、中国語もあるわ。だから皆さんね、見やすいと思いますので、うん、TikTok もね、やられているので、全然活動してないんですけど、そうですね、一応、はい、やってます。皆さん、ぜひぜひ概要欄に貼ってありますので、ぜひぜひ。そしてね、仕事を探している方、皆さんね、モデルを目指したい皆さんね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。これ結局誰も食べよう、これください。今からいただきます。これはもうね、今から食べるんで、今からいただきます。いやー、綺麗よ。まあでもね、本当にこの二人の関係性も好きだし、二人のその、なんていうのかな、なんか憧れもあったりとかしたりとか、私本当に好きだなと思ったの。そうよ。でもこの動画を私はちょっと多かったから、また恋愛の話しちゃう。そうしよう。もうこうなりたい。こうなりたいだけ言っとく。あ、そうだね。いやだからもう本当に達也は本当に会いたかったお二人だったので、そう、絡みにくい二人だったりとかするのかなと。美しいし、やっぱりこんだけイケメンだし、だけどすごいカジュアルに絡んできてくれて、今度ご飯行こうみたいな、マジで行きましょうねって言ってきてくれて、本当にこのお二人にまた会いたいし、2023年もっとこの二人に会えますようにっていうちょっと期待を込めて。そうですね、ぜひ2023年、あ、まあ、この12月中に行けるかもしれないですけど、もし行けなかったら2023年あのもう最初の方でぜひ飲みに行ってください。はい、ということで、ハイアル第1位、ゆうきさん。ハイアル第1位、もうこれなんじゃないですか。はい、2メートル級日本一背が高いドラァグクイーンの高身長あるあるで腹筋公開ということで、まあもうこれはね、私がもう手前でつべこべ言うよりは見ていただいた方がね、そうですね、いいと思う。私はそうだと思う。いい動画になったんではないでしょうか。自分で自画自賛したいと思いますけども、はい、この高身長お二人のおかげでもありますので、本当にお礼を言いたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ぜひご覧ください。どうぞ。これ高さいいですか？何の加工もりでなくてこうなっております。エッチの時が一番大変な骨みたいな。ハハハハハ、食わせろ言うて。セガドストリートです。どうぞご覧ください。今日の企画はですね、ビッグのビッグな企画でございますね、はい、本日はとある日本ツートップに来ていただいております。ある業界のツートップでございます、はい、いやもう本当にツートップに出ていただけるっていうのはもう大変なことでございますからね。そうですね、一度出てもらってるんですけどね、お二人とも。まあそうです、一緒に。で今日じゃあまず紹介からいきましょうか。加藤あごみさんさんでございます。イエーイ。おはようございます。なんとしてでも爪痕を残したい女装、加藤あごみさんでございます。よろしくお願いいたします。うん、すごいね、すごいよね。セレスティア・グローさんでございます。すごい。どうも、セレスティア・グローでございます。なんか直前にね、あごみさんなんか爪痕残すって言ったけど、私が一番だから、負けないから。高身長マウントよ、高身長マウント。ということで、今日はドラッグクイーン業界日本一背が高いお二人に来ていただいております。なんかちょうど立ってらっしゃるから、私らも立ってみてさ、どれぐらいの坂をさ、こうちょっと、これ皆さんいいですか？何の加工も入れてなくてこうなっております。全然前に出てるわけでもないですし、横並びでございますよ。トリックアートでございますね。はい、何なんでしょうこの画角。じゃあちょっととりあえず今日はね、いろいろとNG なしで聞いていきたいなと思います。改めてちょっと自己紹介いいですか？はい、2番手の私から。多分日本で2番目に、背が高いドラッグクイーンの加藤あごみさえるです。よろしくお願いします。身長はちなみに？私は191ですね。91。今日のヒールは？今日のヒールが20センチです。見えるか？ヒールっていう概念はどうなんですかね。まあヒール、これはもう厚底ですよ。そうそうそう。うん、まあね、これがあるから私もうちょっと大きく見えます。じゃあもう2メートル11。そうね、今2メートル11でやらさせてもらってますね。
横ではんなりしてらっしゃいます。セレスティアさん。はんなりさせていただきます。私、セレスティア・グローンと申します。はい、私の身長が194ございまして、今日はですね、25ぐらいかな。おるよねー。すごい。それなんかさ、もうさ、もう人のことパンツってカバみたいになってるな、なんかもういいよ。すごくないこれちょっと、2人とも。これもね、あの最初にセカストさんとお会いした時に、ああそういう靴履いてて、ああそれを見て感化されて、そう、今日は2人ともカモシカで一応目の個人的ニュースで初めてお二人にお会いしたんですよ。でも最初なんかね、あのうちのマネージャーさんとセラさんが「えあの人たちすごいよ、声かけるべきじゃない?」って言ってたけど、私一人いもり散らかして「え怖くない大丈夫?」みたいな。まあ確かにそう、威圧力がねやっぱり高い分でかいから、ね、いやでも二人とも今日ねなんかお衣装をそういろいろなんか話し合ってくれたみたいで、ね、そうだからもうここに呼んでいただけるって決まった時に速攻でこの人に電話して、うんね、ちょっとセカストの撮影さ、せっかくだから爪痕残すために衣装合わせないって言って、でなんかちょっと黒っぽいっていうところとウィッグは赤でっていうところで、ヒールはこのこれをね、履きたいねっていう話を。ちなみにあれですか、コンセプトは本日のお衣装のまあ合わせつつですけど、お二人ともが、うん、洋風和風みたいな。ああなるほど。洋と和と、洋と和みたいな感じ。洋と和とかも全然もう二人とももう関係ないぐらいも。でもね、話してる時に黒衣装だから地味だよね、うん、まあまあ今日は地味でもいいんじゃないって。いやいや、その身長があれば地味っていう言葉はいらないですよ、本当に。まあ、地味ながらの、まあ、強い女っぽい感じで。なるほど。行こうかなっていう。今ではね、身長が高いドラッグクイーンということで、お二人ともテレビでね、活躍してらっしゃいますけども。この前なんか静岡テレビで、ね、そうなんですよ。そう、私からちょっと応募させてもらって。応募って、あれ応募なんですか。そうそう、私もう何でもかんでも自分から言っちゃう。すごい。埋もれちゃうのが嫌で、こんなことやってるから静岡で。埋もれてはないと思うんですけど。そうだから、あのテレビにね、こう自分ちょっと取材してくださいみたいな感じで。私以上に営業マンだから見習わないと思って。すごいね。セレスヤさんは信長さん、信長さんね、に出てって。また前だろう、すごいよ。私あの番組大好きでちょうど見てましたしね、本当にありがたい。それもやっぱセレスティアさんも自分から、いやあれはね、向こうからインスタで DM で来て、うん、1回だけでしたけどドラッグクイーン特集とかの番組、ね、何回かやってましたよね。2回目だったのかな。そうですね。でも私が出た一つ前がドラッグクイーン特集で、その中に入る予定だったんですけど、私の私生活が地味すぎてそこからあぶれちゃった。本当はね、あの私生活に密着みたいなことがあって、あ、はいはい、そう、でそれの、まあ、企画で撮りたいんですけどって来たけど、いやうち地味ですよって言って見せて、あ何もないですねって言われちゃって、それはステイで、その後に、あじゃあ次の週でこういう企画があるんで、まあ、日本一何々の女性ってやるんで、ぜひそこで使わせてもらえませんかって言ってもらえたから、まだなんとか。すっぴんとかも公開とかしてるんですか。まあ、私は、まあ、出してるっちゃ出してる。出してる。自分で表だってインスタとかツイッターに投稿することはないけど、まあ、探せばとも出てくる。あ、なるほどなるほどなるほど。私はね、出してないです。まさか、うん、楽屋とかで化粧前ぐらいでしか、なんか他のクイーンさんとか、あのゴーゴーさんとか DJ さんにしか会わないから、大体なんだろう、2丁目とか行ってもすっぴん出ても気づかれない。わかんないよね、うん、気づかれない。全然気づかない。身長だけで気づかれたりとかしない、うん、身長でも気づかれない。気づかれない。お二人でプライベートでちょっと外、そのすっぴんのまま出かけたこととかあるんですか。イベント終わりぐらい。あったっけよ。あと正直でも塗って合うのも2回。うん、そう、2、3回目ぐらいだね。2回目だったら前回だってその個人的に、あれが初めてだった。あれが初めてっておっしゃってたんだね。それも今日話してたんだけど、2人が最初コロナが蔓延しだしてインスタライブを2人でやり始めて、やっててよかったねって呼んでもらえて本当にもう2人のきっかけみたいなのはそれがもう本当に、クイーン同士は結構ネットでつながりやすいから、インスタでとかツイッターで見たことあるよみたいな感じから、でその後イベントとかね、東京に来てる時にすっぴんであったりとか逆があったりとか、そうだね、そんなところかな。そのじゃあツイッターがきっかけで2人が知り合って、でインスタライブとかやり始めて、でそれこそ2丁目で2人で行って、
あれは遊びに行ってたんですね。そうイベントであれじゃなくて遊びに来られてて、うんうん、そうそうそう。一回ちょっと立ってもらってもいいですか。ちょっと二人ともさ、これ二人のこのブーツっていうかヒールがあるでしょ。私のお腹だからね。本当に。達也さん、さらにちょっと足が短く見えちゃうじゃない。で、二人とも足はどこですか。足って腰どこかな。でしょ。あなたもう肩よ。セレスさんに比べたら。でこれはもう胸でしょ。足のサイズ聞きたいんですけど。足がなんか大きい人ってさ、身長が高い人って言うじゃんな。足もでかいっていうね、うん、これはでもね、30センチぐらいかな。私普段のスニーカーは30センチとか。30なの。じゃあもうほぼネット購入。いやでも最近は優しい、最近は優しい。そう、ね、昔はなかった28以上の靴が。そうですね。はい、どうも。箱見さんやさん、私も30。わ、一緒だ。30、うん、30だね。服ってどこで買うの。靴とか。そんな返し噛み締めてこっちにさ、ね、30だねって言われても知らん。意外とね、服はね、私ね、L なのよ。でもパンツとかこの丈が合わなかったりはしない。意外と合う。あ、ほんと。私はジーンズ屋さんに行ったら足りるかな。あ、でもジーンズ屋さんはね、そっからこう、そうそう、あの、ね、丈合わせしてくれる。大体の、例えばザラとかで私服買うこと多くて、多分30インチって言われるのかな、あの長さが、うん、はちょっと短いかも。足りない。そうで、ジーンズ屋さんだとリーバイスがしっかりめのとこ行くと32インチとか5センチ長くなるんですよ。長いな、それ。っていうのを狙って買いに行ってるんです。逆に衣装はレディースサイズなんて絶対入んないから。ですよね。もうなんか海外の、ね、海外のね、通販サイトで買って。まあでも意外と海外の女性もので入る。うん、はいはい。パンツとかは下着？下着パンティーです。私 M とか。あ、普通に M とか。私もそれぐらい。アンダーウェアお前は別にね、お尻が長いわけじゃないからお尻が人よりとんでもなく長いわけじゃないからさ。これ今までちょっとドラッグクイーンさんとしてのやつじゃないですか。でも言うてもさ、男性の時というかドラッグクイーンとしてじゃない時も身長高いじゃない。ネット上でとか世間体的に言われてる短所あるじゃん。高身長だからというこれに困りますみたいなやつの答え合わせをしたい。はいはいはい。あーね、実際にそうなのかという。いいですか。はいドアなどに頭をぶつける。あるある、これはあるね。続いて天井からぶら下がっている扇風機は最悪。あるある、他の人が刺す傘の尖った部分が目に刺さりそうになってマジ危険。あるある。怖いね。洗い物をするときに背をかがめなければならない。あるある。今のところ全部あるじゃん。全部ありますよ、ね、全部楽しい。後部座席やバス座席などの足元が窮屈。あるある。あそこ狭いですからね、バスとか特に。こうなるってことだよね。飛行機は地獄。あるある。あ、まあまあまあ、ある。シャワーヘッドが胸のあたりに来る。ある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 。ベッドから足が出る。あるある。ベッドから出た足を何かに引っ張られる気がして落ち着かない。あー、ある。それはない。これは一人はない。ライブなどで前の方に立っていたら後ろから文句を言われる。あ、ない。ない。あ、それはないんだ。何かスポーツやってるのと聞かれまくる。あるある。背が高いイコールバスケが上手いと勝手に思われる。あるあるある。私今さ聞こうと思ったんですよ。背の低い人と話すとき首が痛くなる。あ、ない。ない。逆に下を向かないといけないということ。こっちはなりますけどね。そうそうそう。他人の頭の汚れが目につく。受けなの。あるある。下から見上げられるから鼻毛のお手入れは。ある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 。子供に怖がれやすい。あるある。体のサイズに合った自転車が見つからない。マウンテンバイクやトライアルバイクなど特に。あるある。あー、でも今は大丈夫。あ、大丈夫だよ。確かにあそこもあのサドルの部分も上げるの結構限界がありますからね。以上ですか。以上です。ほぼほぼです。なんか深掘りしたいのあれば。他の人が刺す傘の尖った部分が目にかかりそうになってマジ。ほんと怖い、あれね。怖い。怖いんだ。向こうだって見えてないから。そうそうそう。普通に歩いてるけど、う、結
構近い。ここら辺来るよ。うわー怖。そうか、これ刺したらだいたいちょっとそれぐらいになるのか。あ、そうだね。高さが多分目元ら辺に行くんだ。だってみんなが刺してる傘がここら辺になるってことでしょ。だからだいたい9割くぐ敵みたいな。あの他人の頭の汚れが目につく。目につく。まあ、厳密に言うと汚れっていうよりも、うん、電車とかでおじちゃんの頭とか、ああ、あれね、気になっちゃうかも。普通に多分電車とかで座ってなくて立ってたとしても前から見ただけの隠ししてる人全然バレちゃうみたいな。そう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 。うなじがすごい見ちゃうとか、なんならうなじ向けられてるぐらい、なんかこっちに見せてる、そり甘いぞみたいな。そうなじとかね、こっちにそれを見せつけて、ちょっと気持ち悪い。なんかここになかって自分が一番ちょっとなんか困ったやつとかってあったりしますか？私はやっぱ一番はあったんだけど、鼻毛かな、やっぱ。確かに一回立ってもらっていいですか？あ、見える鼻の穴。いい、うん、気にしちゃうね。そしたら僕はこうやって光当たんないようにしてる。困るっていうのさっき の、 その、はい、首は痛くならないけど、うん、友達とグループでいると声が聞こえない。聞き取りづらい。ここら辺で話聞くから。こうやってたら喋れるけど、ここの会話が聞こえないわけだ。うん、でなおさらお仕事中とかクラブとかうるさいとこは本当に聞こえない。確かに。そうな、同じ制空権じゃないの。だからしゃがむ。なんかこれ。そう、同じ制空。確かに。クラブとかだったらさ、こういう風に喋れるじゃん。うん、こうやって喋るんですよ。あ、じゃあどっちかというと首っていうより腰か。あ、そうか、うん、腰痛いね。洗い物とかもそうだし。確かに確かに。基本的に体曲げるから。でも二人ともなんかお家綺麗そうだよね。これの目線でさ、家を見れるんじゃなくて、この目線で家を見るわけでしょ。だって遠くをね、そう、見渡せるからね。多分人が気づかないこれでも気になっちゃいそうだね。気づくけど、まあそれを掃除するから別じゃない。嘘。だからね、ここで曲げくの私すごい潔癖症だから。あ、そうなのね。そういうのすごいな、ね、私も気づいてもやらないタイプ。はい、素直でよろしい。を取ってから結構ね、どれくらい経ちますか？ね、去年の5月と8月かな、ね、で、一番最初に会ったのからしたら2年ぐらい、2年ぐらい、ね、あれからなんか恋沙汰みたいなのとかはどうなんでしょうね。あ、じゃあ、あの変わらず付き合ってる彼氏。あ、あ、変わらず。しかも聞いてちょうだい、今日メイクしながらね、セルフィアの3人でね、あのちょっとこう待たせていただいてる時にね、ご自身では別にそんなつもりはないんですよ。ただクソみたいにのろけやがって、皆さんには春って来ましたみたいな感じが来るわけでしょ。ないよ、ないし、うん、あのね、最近ちょっとねツイートしたの、お仕事ないなと思った時にふとお仕事降ってくるし、なんかちょっとお金使いすぎたなってショック受けてたら、思わぬ臨時収入があったりして、でも彼氏いないのは永遠にできないんだよねってツイートしたら、なんか女性のフォロワーが20人ぐらい増えた。なんか女性の共感得られたけど、共感も変だ、分かるって。だけど男性はね、何も男性っていうゲイとかも。お二人ともあれタイプはあれでしたっけ、身長高い方がいいでしたっけ、できればまあまあ大きめの方が。私はあんま気にしないかな。うん、な、私より高いってなると火星人になっちゃう。自分ね、この火星人じゃんじゃん。火星人ね。でも大きいの二人もいたらさ、邪魔じゃん。だからそれほど、まあ私も自分以上っていうのは求めないけど、でも会話聞こえるぐらい。なんか目を見て話すっていうのが大変そうだもんね。そうですね。これめっちゃ簡単にやってるけど、もうこうですからね。エッチの時が一番大変なんじゃない？うん、いや、これはね、寝とけば大丈夫って私はずっと言ってるの。そうなんです。あ、寝とけば平気。そうなんですか。なんかでもあるんですか、やっぱりこう高身長だからこそ、そのちょっと夜の営みの時にちょっと大変な出来事みたいな。さあ、私が190で相方が160後半ぐらいかな。わ、こうなる時ぐらいじゃない、あの何言ってるの。はいはいはい。ゲーム数字のやつ、64たす5のやつ。なんでまた面倒くさくするのよ、それって。6と9でいいじゃないのよ、それ。流してくれたらね、ごめんね。まあ、ああいう時とか、うん、まあ、ほら、合わないからさ。ああ、そっか。位置が、ね、下と上が。確かに。どこに来るの？この辺だよね、相手のやつがここに。相手のやつがここに来るの？私のやつはこの辺にあるから。じゃあもう、首なんかもこうしやんって。そうだよ。もうなんか大変なのよ。鬼滅の刃に出てくる鬼みたいな。こんなになって。食わせろ言うて。そう。それはあります？お尻見えるよね。ずり降りていくと、うん、お尻が見えちゃう。くぐっちゃってるんだ。
あ、69の時に覗いてる感じ？覗くって感じ。え、でもさ、69の時、血見えの上げじゃない？マジで好き。わかる？嫌な気はしない。嫌な気はしないよね。血痛が見えるのと、あとここのさ、間見えるのちょっと優しく。なんでお前、これも喋るの？いや、専門外。こういうナイトあるんですか？高身長ナイト。そう、あのね、私が初めてゲイナイトに遊びに行ったのが高身長戦ナイトっていう。高身長戦ナイト。なんで私それに遊びに行ったかっていうと、190以上でワンドリンク費500円だと。うん、だからデビューしてここで失敗してもダメージ受けないなと思っていた、うん、でそっからズブ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 ハマってこうなった。その高身長ナイトは高身長が好きな背がちっちゃい方もいらっしゃる。あ、そう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 、あの全然どんな方でも。ああ、やっぱゲイナイトってそれのメインのテーマがあって、それの人もいればそれが好きな人も遊びに来てみたいな感じだから、それまたやった方がいいと思うけどね。今身長高い人もたくさんいるしね、需要ありそうなのに。面白いと思うね。で、そこはそういうナイトがあればここ2人でやれる、あの機会はすごい多いだろうし、なんか企画して呼んでね、ピアノまたやって。もうさ、もうあなたたち2人でやったら、そう、一番早いよ。早いよ。もう自分らが主催して集めて。今後こう活動するものとか決まってらっしゃるんですか？それか、まあ、今継続的に活動してるものとか。私はまあ、地元が静岡なので、一日店長っていうね、イベントを静岡市両替町にあるウッディクラウドっていうお店で、月に1回ぐらいやってるので、月1だ、うん、定期的にね、やってるので遊びに来てください。それは日付とかはもう月の何日とか決まってないんですよね。もう全く私が暇な時に。なるほど。じゃあアボミトさんの SNS とか見て、直近だと4月の9日の土曜日かな、確かの6時から、まあ、適当な時間、深い時間におりますんでね、よろしくお願いします。私はもう、いつも通りアトムとチャイルメインで入らせていただいているので、まあ、プロフィール欄に今月は何日に入ってるよって書いてるので、そこ見てもらえればいろんなところに出てたりもするし。チャイルさんとかは全然平気ですか？こういや、全然大丈夫じゃないよ。くぐらないとダメじゃない？入り口のところ。そう、だからね、カモイがあって、カモイより顔が上にあるから、そうよね。中からお客さん、外のお客さんの顔見えないし、お客さんも私の首からしか見えてない。そうだね、だからおかしな感じなのよ。まあ、だから顔なしいると思ったら先生さんだと思ったり。大体外にいらっしゃるイメージ。あ、そうそうそう。まあ、お見送りしてたりとか、出た方が目立つから。そうしたらね、やっぱね、入ってくれるお客さんもすごいいらっしゃるので。マネキンをかましてください。マネキンをかまして。皆さん気になった、はい、最後は概要欄の方に詳しい詳細載ってますので、ぜひ遊びに行ってみてください。あと SNS 等も貼ってますので、ぜひフォローしてください。いまだに皆さんこれ加工だと思ってるんでしょ？全然加工とか入れてないんですよ。もう一回立っとくね。これガチの横並びで、ダン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 、ビンビンです。ビンビンです。出た、ビンビン。ビンビンでございます。はい、ということで、今日はですね、日本のドラッグクイーン業界トップ2のドラッグクイーンの身長のね、方に来ていただいておりました、アゴミサイルさんとセレスティアさんでございました。ありがとうございます。もうこれ2022年の動画再生数ナンバーワン。ナンバーワン。いかがですね。いかんよ。もうね、何がいいってね、二人ともに人柄が大好きなのよ、うん、ね、いい人たちでね、うん、でね、セレスにしてもアゴミさんにしても、うん、たまにちょくちょく会うんだけど、イベントとかでね、うん、そしたらもういつも毎回の2人ともね、本当にセカストさんのおかげで、ねね、で、本当にいろんな人に声かけてくれるようになったとかなっていうふうに言ってくれて、いやいや、あなたたちがするんですよっていうのをね、いつも言ってるんですけども、やっぱりこう、2人揃ってこう見るとやっぱ迫力が違うじゃないですか。サムネイル感もすごいですしね。そう、サムネイルあんまり持ってないですからね。あんまり持ってないですからね。サムネ持ってるのかなと思って動画開いたら全然そのままでしたみたいなコメントをいただいたりとか、これはすごかったですね。はい、流行る第1位の達也さんの第1位は、皆様これももう満を持して、もう多分ゆうきもファンのみんなもこれが何も文句ないと思うんですよね。2022年達也が選ぶ第1位、神回マツコ・デラックス様に会いに行っての奇跡が起きました。あ、これを見て2022年幕を下ろしたいと思います。はい、
ではどうぞご覧ください。マツコさんの好きな海苔を取ってもらいたいなと思ってどういう状況なのかがもうわかんないけど、マツコさんはこの近くにいるんですよ。え、絶対嘘だって。マツコさん応援してます。すいません。はい、はい、はい、一回帰って、私たちも綺麗さっぱり、はい、私の事務所の方に合流して、はい、今は半蔵門の方に来ておりますけど、はい、着替えさせていただきました。もうメイクもバッチリ、メイクも、はい、やり直しました。髪の毛もやり直して、髪の毛もやり直しました。マツコさんに会いたいって言ってたじゃないですか、はい、で、そのマツコさんのために撮ったノリ、はい、実はマツコさんこの近くにいるんですよ。え、絶対嘘だって。文字に夢中だ。あ、そういうこと。え、まあ、わかんない。本当にそうですか。そうです。 MX でも会えるわけはないでしょ。 MX テレビが本当にすぐそこにあって、はい、そこでまさにマツコさんいるんですよ。出待ち？出待ち？怖くないですか？出待ちしてこれ渡されたら。確かに。ビンゴです。ビンゴ？マジ？でもまあ、会えるってことですよね。でも会えますよ。だからそれをちゃんと渡してください。サテライトスタジオになってるんで、ちょっとだけ覗いてみます。ちょっと覗いてみましょう。見てみましょう。あんまりちょっと一回風が強くてくれたらあ、いらっしゃるの？こんな近いの？いらっしゃるの？いらっしゃる。すいません。いらっしゃるの？さっき言ったじゃん。 CM あ、マツコさんいらっしゃる、いらっしゃる。ほら、あそこに白い、あ、本当だ。え、すごい。カニさんたち、お家に当てて、マツコさんと一緒にお仕事したいって、ま、海苔が好きというのをお聞きしたので、今日は撮影とともに海苔を持ってきました。撮影で海苔を…海苔を受けたんですよ。そんな長く喋れますよね。無理だよね。これだからなんか入れとけなかったね。そうっすね。もう多分喋れる機会は多分ないですよね。でも分かんないよ。また来週くればいい。パーッと行っちゃうから。声をかけるだけちょっとかけてみて。まあでもお忙しい方ですからね、邪魔はしないように。あ、お迎えに上がってるわ。お迎えに上がってる。やめてやめて、無理って言うの。いけるって言って、いけるって言って。無理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 。いけるって言ってよ。え、マツコさんだよ。あ、マツコさんだよ。やばい、ちょっと心臓、私もバクバクしてる。バクバク、すごいバクバクしてる。すごいバクバクしてるけど、もうこれで最後だと思う。いいの、嫌われてもいい。嫌だ嫌だ、嫌われたくないよ。そんな、なんて言えばいいんだっけ。マツコ、何言えばいいんだっけ。わかんないよね、そんなの。やめて。応援してますを、とりあえず伝えないと。なんで急にビビるん。マツコさんだよ、だって。足が震える。そんな渡せないよ。まずマツコさん応援してますだから始めよう。セカンドスイートって YouTube やってるんですけど、ね、YouTube やってるんですけど、山津子さん応援してますって。うん、マツコさんに会えるように YouTube 頑張ってますって。そこまで多分尺ないからさ。いや、そのセカンドストリートっていうとか言ってる方がないでしょ。セカンドストリートって言わないと。そこは、いや、私はもう言えない。もう私は顔も忘れない。なんで。もう最大級の一番の人見知り出てるかもしれない。人生で、うん、好きがゆえに最大級の人見知りが今私出ております。無理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 、ちょっと無理だ、吐きそう。あと、なんかもういろんなことを考えちゃう。おこがましくないかなとか、ね、失礼に当たらないかなとか。本当そうだね。それは一そういうのを考えると私ダメになっちゃう人だからさ。
ちょっと今撮影はできなかったんですけど、どうなったかちょっと状況説明してもらっていいですか？マツコさんが出られてきて、もう勝手に体が動いて、マツコさんいつも応援してますって、いつも応援してます、僕たちセカンドストリートって言わなきゃいけないなと思って、セカンドストリートって YouTube ですって言ったら、私見てます、私見てるわよって言って、知ってるわよって言ってくださって、それで、ね、それで今日マツコさんが海苔が好きだっていうことで海苔漁に行ってきて取ってきたんですって言って、こうやって見せたら、私そこ通るときにもらうわよって言って手渡しできました。嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ泣いてる。しかもおデブのマネージャーはって言ってくれてたよ。いやすごい、めっちゃ感動したっすね、普通に。やばい、本当に。しかもちょっとね、手の震えがね、本当にね、いや勇気出してくれて、立つやがね、ちょっと見てね、すげー、見てくれてきた。マツコさんに会いに行くっていうのが達成できました。本当にお会いできました。やばくない？すごいっすね、普通に考えて。やばい、いや会えないと思ってたんで。マジでこのガチでやらず全くなしでマツコさんにお会いできました。もう私はもう好きだからこそもうちょっと発想だったの。今発想達也、これはもしかしたらこれ見てるかもしれないので、ちゃんと正式にオファーしましょうか。マツコさん、先ほどは大変失礼いたしました。すみません、お忙しい中ありがとうございました。まさかマツコさんがセカンドストリートを、ね、知ってくださるっていうことだけで本当に嬉しく光栄だなって、ここまでやってきて本当にありがとうございます。よかったなって思います。そうですね、マツコさんお忙しいかと思うんですけれども、もし、ね、もしもしこれっぽっちぐらい可能性がもしあったら、いつかセカンドストリートのお姉図鑑に出ていただきたいなと思っておりますので、これからも末永くよろしくお願いいたします。でそしてね、私もいつかマツコさんの番組とかに出れるように、いつかお仕事 ね一緒にさせていただけるように、これからも頑張りますので、よろしくお願いいたします。すごい今バクバクしてて、本当にめっちゃ嬉しい。で、私が2位で選んだやつの、うん、私に言った場所ね。
私に行ったやつ、あと私ちょっとね、あと寮に行ったのは皆さん出てくる、見てくださったと思ったんですけども、うん、やっぱり第1位のこのやつは実際にマックさんに手渡しできるかできないかっていうのをさ、分かんないから、分かんなくってさ、うん、私たちもさ、え、今から私に行くんですか、うんうん、って言って、かつやがセカンドストリートですって言ったら、あ、見てるわよねっておっしゃってくれて、今日おデブのマネージャーはそうそうそうって言ってくれたりとかして、あ、本当に見てくれてと知ってくれてるんだっていうのがあって、でなぜ第一位かというと、またあの達也たちが会いたいですって言ってたのが実際にすぐ会って、まあ、それまで大変だったけど、ノリリョン君に行ってね、実際に渡せたっていうのが本当になんかやればできるんだなとか、いや本当に頑張れば夢叶うんだなっていうのが結構ちょっと、うん、自分の中の自信についになったりとか、いや多分田瀬さんこれ1位にするだろうなと思ったんで、うん、本当にマツコさんとつりました、すいませんでした。いやでもありがとうございました、本当にお忙しい中、はい、ということで2022年個人的達也が思う、ゆきが思うベスト5でございました。いかがだったでしょうか。いやもうこれでね、もう今年のね動画は今日でこれで終わりますので、うん、はい、まあぜひこのコメントにね、みんなが思う第1位だけでも、うん、加えていただければ嬉しいと思います。そうだね。さあということで、皆さん、2022年本当にたくさん見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。2023年も私たちたくさん頑張っていきたいと思いますので、どうぞセカンドストリートをよろしくお願いいたします。まあこれまでもそうだったんですけれども、いろんな人に本当に支えられてきている、やっぱり動画っていうか、動画だったりとかチャンネルだったりとか、ゴーゴーさん、クイーンさん、ゲーマーの方々、ゲーマーの方々もそうですし、一般のね方面でね、活躍している方々、うん、あと一般の方もね、うん、もうでも本当にいろんな人に支えてもらってるチャンネルだなと思いますし、何しろ今年は、お姉図鑑という本も書籍化できたりとか、そうですね、あと新たなことをたくさんできたんではないでしょうか、コロナの中にしてはね、うん、すごいなんか2022年いろいろなんか思い出深いなってちょっと振り返ってみても思いますし、イベントもできるようになってね、そう、妖怪大戦争もやりましたし、個人的にも初めての生誕祭もやらせていただいたりとか、なんか本当に充実した1年だったなと思います。なのでね、まだますます2023年も頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、よい私は男は心配ブスあんたブスね背負い投げ、のんけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。